ユーザーを探してビジネスの拡大を図るにはどうすればよいでしょうか。手始めにトゥルービュー動画広告をご利用ください。トゥルービューフォーマットは表示の時点では料金が発生せず、ユーザーが広告の視聴を選択した場合にのみ料金が発生します。これは双方にメリットがあります。ユーザーは関心のある広告を選ぶことができ、広告主は関心の高いユーザーにリーチできます。はい、ぜひ効果的にメッセージを発信してユーザーとビジネスを拡大してください。もやってまいりました。キコーナチャンネル水曜鶴見&東大阪店ということで、コラボレーション放送今週も頑張って進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あ、ペカ泥棒さん、前回ね1月10日お誕生日を迎えられたということで。そうですね、はい、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、見事ね、前回はお誕生日の1月10日をモチーフにした110のねドミノを見事成功させたということで。あれ、成功ということでよろしいですか。はい、え、成功じゃなかったんですか。失敗だったんですか。いや、成功ですね。どっちなんですか。よくわかんないですけどね。よくわかんないですけどね。じゃあどうしますか。最初一応自己紹介していただけますか。初めての方ももしかしたらねいらっしゃるかもしれませんので。はい、はい、どちらの方から。あ、私から。はい、お願いいたします。はい、私鶴見店のオカルト店長こと、はい、オカルトと申します。はい、オカルト店長ことオカルトですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして。はい、私が、キコーナ東大阪店店長ののり店こと、はい、のりのり店長でございます。はい、東大阪店ののりのり店長ということでね。はい、水曜日はね鶴見と東大阪のコラボレーションということで、二人の店長が、どちらかのお店に集合してですね、がっつりやっていこうという形になってますんでね、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんか後ろで遠吠えしてるやついますけど、何ですかこれ。ゆるくマイクに入るね感じですけど、あの前だよ、お前だよ、お前以外誰がいるんだよ。はい、まあこの辺もほっときますかね。あ、後々ね、あのやっていくということでね。はい、はい、店長、今日はどういう企画になってるんですか。自由すぎる配信。そうですね、本日の企画としましては、はい、まあ、メインはですね、はい、名前なんでしたっけ。名前なんでした。あ、だ、ふんどしです。ふんどし、ふんどしだいぶ、はい、ふんどしに忘れてんの。あのオスバンジョーを、はい、打っていただきます、はい、メインとしましては、はい、で特訓モードに入ると、はい、もう彼いろいろなんか用意してるみたいなんで、彼自体も鍛えられると、はい、あ、特訓するということで。特訓モードに入ると彼も特訓モードに入るぞ。なるほど、ということですね。わかりました。でその端の方で、はい、あの僕とノリ店のり、のりのり店長が、はい、まあ、あのサブということで、はい、まあ、北斗寝台を北斗寝台をないがしろにする店としか思えないですけどもね。北斗百列をそのまま影でねこっそり打つということで。そうですね、はい、はい、なっておりますんでね。ちょっとどうですか、のりのり店長。これどっちを見せたくてどっちを見てほしいのかね、え、本当ね、わからないですけど、よくわかんない感じですけどね、はい、ちょっとじゃあね、のりのり店長がすごいやつ引いてね、あの、あ、ね、強制的にカメラをこっちに来るように、ね、はい、していただいて、はい、変な大仏ね、あの映すよりはね、皆さんそっちの方お待ちかねだと思いますんでね。、はい、頑張っていただければなというふうに思います。はい、それではどうしますか。早速よろしいですか。じゃあうちに入りますか。はい、はい、じゃあセッティングの方に、はい、行っていただいてね、よろしくお願いいたします。大仏さんもじゃあ番長の方にね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、大仏さんは番長のね、島にいて結構離れてるね、今日大変なんですけどね。はい、あ、これ俺あれだな、動けないな、ちょっと待ってくださいね。こ、百列にカメラがない。ああ、ある。当たるかな。当てましょう。はい、じゃあこちらは早速北斗の拳百列志田開始いたします。はい、開始します。ほったらかしい。はい、すいません、大変お待たせしました、はい、ということで、じゃあよろしいですかね。はい、はい、お待たせしました。水曜鶴見&東大阪店、鶴見の自由すぎる配信番長2で特訓に入るために本当に特訓してしまう配信 with 北斗百列、今からスタートしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは志田スタート。はい、お願いいたします。
さあこれどっちメインに移しますかね。いやメインはやっぱりタイトル通り、はい、北斗でいい、あ北斗じゃないか、番長でいいんですか。そうですね、はい、番長ですね。番長で、はい、あ分かりました。じゃあ番長ねメインで移させていただきたいと思います。特訓入んないと出番ないでしょ。そうですね、特訓入らないと打つ必要ないんですけどね。お任せください。まあそもそもですね、はい、なぜこういうことになったのかですね。そうですね、はい、なんでこんなことになってるんですか。やっぱあの僕自身ね、はい、まあ、あの今までの放送何回かやってきましたけど、はい、ちょっとあのふざけすぎてるんじゃないかと。えふざけすぎてる、 おふざけが過ぎるんじゃないかなおふざけが過ぎる、はい、思い始めてきたんですよね。はいはいはい。で結局オカルトとかいろいろありますけれども、はい、結局いいね恵まれた展開になってないのは早く回せよ。やはり大と、はい、一体と慣れてないなあ。ということが一番でかい要因なのかなと。大と一体に慣れてない。慣れてないですね。ああそうなんですか。はい、はい、なので今回は、はい、特訓モードに入ると、はい、まあ、それに呼応するように、はい、私も特訓しようかとっていうことを思いついたわけですか。朝知恵で。そうですね暑いんじゃない、はい、とか言ってますよ。本当にどうですか店長、あのノリノリ店長。いやすいません、あの、はい、スルーして。あ聞いてなかったです。あそうですね、はい、お暑いですかいきなり北斗。これはこっちも、はい、視聴者様には遅れてるんですか。一応絵はちっちゃく入ってますえちっちゃく入ってる、了解、はいはい、ウイグルって書いてるの見えますか皆さん。ウイグルちょっと見えないかもしれないですけどね。ちょっと寄りすぎだから寄りすぎだからちょっともうほんと収集つかないけど大丈夫この放送ちょっとね俺今日もね有線なんでね、カメラもささっと直しに行けないような状況でね、本当にちょっと大変な状況で。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、じゃあ早速ね大仏さん、もう早速大仏撮ってますけどはい、はい、喋れない、お願いしますね。はい、はい、じゃあねちょっとねコメント早速たくさんいただいてますんでちょっと読んでいきますかね。ありがとうございます。はい、ね今日もたくさんいた、こんばんはということで、どうもこんばんは。後ろのふんどしなんだって言われますけど、大仏くんいつものやつねって言われてますね。はい、もうねいつも見ていただいてる方はおなじみのふんどし大仏さんが今日はね頑張っていただけるということで、大と一体化してね頑張るということでね、例のコスプレ軍団って言われてますけど、あそうなんだどうもって言われてますさらっと挨拶されてますけどね。あ時報が流れてるって何、あさっきのプープープーってやつですね。すいません、ふんどし大仏冷えてるかって言われてますけど、冷えてますか。いや全然大丈夫ですよ。全然大丈夫、全然大丈夫、大丈夫、寒くない、寒くないですね。寒くないですか。東大阪の店かっていうんですけど、今日は鶴見店ですね。はい、鶴見と東大阪のコラボレーション放送なんですけど、今日は鶴見店の方からお送りしております。鶴見って大阪のって言われてるんですけど、そうですよ、大阪府、大阪市、鶴見区、ね、鶴見店から聞こうな、鶴見店の方からお送りしております。はい、ソヤでって元ナウのって言われてますけど、ここって元ナウ。あ、そうです、元々ナウです。ナウっていうお店だったんですかね。はい、はい、元ナウの東、鶴見店からねお送りしております。だはい、今月北斗で100系以上負けてる俺にはなかなか答えるってありますけど、そんなに負けてるんですか。すごいですね。そうそう、キコになって行ってないなって。ああそうなんですか。ぜひね、じゃあキコーナー鶴見店遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、早い、今来たこの変な人誰って言うんですけど、ああこの変な人誰って言われてるんですけど、なんて言えばいいですかね。変な人ですあ、特訓来ましたね。特訓来ました、早速早速特訓来ました。さあじゃあ最初の特訓していただく感じですか。ちょっとねカメラがね若干ずれてるんで、はい、ずれてますか。そうですね若干、はい、右を上げていただくような感じで、あ引かなくてもいいんでちょっと首振っていただく感じ、あ、まあ、それでじゃあ特訓はそれでいきますか。じゃあ、はい、特訓最初の特訓どんな感じが用意されてるんでしょうか。はいはい、まあ、やはりですね、はい、まあ、全ての題に言えることなんですけれども、はい、やはり重要なのは、はい、しっかりとあの正しい位置でストップボタンを押せる、はい、目押しができる、はい、これがやっぱ楽しむためにはね、はい、一番必要だと思うんですよ。なるほど、姿勢が良くないとね。はい、はい、ということでね、はい、まず視力を鍛えようと視力？視力から鍛えようと。なるほど、思ってます。はい、やっぱりね何の努力もなしに、はい、熱い展開を期待する、はい、まあ具の誇張ですよね。なるほど、はい、なのでまずは鍛えていこうと思います。なるほど、ペカドラゴさんお願いします、はい、僕の圧倒的視力をお願いいたします。こっちですか、こっちですか、カメラ、カメラ今そっちのカメラになってます。あ、こっちになってます、はい、お願いいたします、はい、
背を向けちゃう感じですね。なるほど、はい、なるほど、はい、見えますかあれ。はい、見えますよ。はい、かなりちっちゃいですよね。でも僕鍛えてますんで、はい、見えるんですか。楽そうですね。はい、もう 1.2 ぐらい視力ありますんで、ね、微妙ですね、はい、1.2 って。じゃあ右目からいきましょう。はい、お願いいたします。はい絵的にいまいちなんで、もう少し派手なやつないですかって言われますけど、下ですね。ちょっとね、左ちょっとね、あーどうしますかね、カメラのピントが合ってないんですよね、若干。あーそうですね、そんな感じでいきますか。はい、左普通の視力検査やんって言われてますよ。それ特訓ですか。ただの検査じゃないですかそれ。いや、これに耐えることも精神修行の一環となってますんで。そうなんですか。左今すぐダンベル持ってこいって言われたんですけど、面白さが全くわからん。筋肉をね、鍛えるっていうのはちょっと違うかなと思います。違うんですか。はい、筋肉は必要ないんでね、スロットには。下、そうなんですか。はい、ダンベルやろうって言われてますけど、右こう、ペカドロボさんのいい表情してますね、なんかね、哀愁を帯びた何を考えてるんですかね。何を考えて。いや、いい顔してますけど、ね、左、はい、上、ペカドロボさん、これいつまで続く感じですかね。上、あ、これは苦行ですね、左右、早い、左下、右、左、左見てる方も苦行だよって言われますそうでしょ。腕立て50回ぐらいするのかとばかりって言われますよ。はい、あ、大丈夫ですかこの企画。なんかやばそうな匂いがプンプンしてるんですけど、はい、今ね、はい、バツマークありますよね、はい、ちゃんと本気でやるために、はい、この特訓失敗したらバツも用意されてます、はい、見えますか。特訓失敗したらバツが用意されてる、はい、もう、はい、そのためにね、私本気でやりますので、はい、お、そうなんですか。これで全身に今ガムテープが貼ってあるんですけども、はい、これを、はい、ペカドローさんに破ってもらいます。え、本当ですか。はい、罰ゲームで。まあただもちろん僕も特訓なので、はい、もう一切動じないです、はい、特訓成功したか失敗したかっていうのはどう言って判断するんですか。お願いいたします。はい、もうペカドローさん、はい、いきなり吐いちゃう感じですか。はい、どうぞ、はい、お願いいたします。いきなり行っちゃう感じですね。あ、失敗だったということで、はい、なぜかいきなり失敗だったということで、どれ行きますか。どれ行きますか。もうどれでもいいですよ。どれでもいい。全然絶対動じないですから、ね、鍛えてますから、普段から。全然動じないということでね、普段から鍛えてますから、はい、じゃあ罰ゲーム、ガムテープ一気剥がし、動じないということでね、お願いいたします。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ、はい、ここ3 2 1 2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 
見ましたか今。いや見ました。さすがの僕もですね、はい、1まで行ったら、はい、準備はできてます、はい、今のも完全プライベートでしたから2の過去2で行かれたんですね。プライベート、はい、これは非常に危なかったですね。ああそうなんですか。普通の人やったらもう気を失ってました、ね、ああそうなんですか、はい、非常に危なかったです、ね、なるほど、はい、分かりました。ということでね、はい、私の特訓が終わりましたので、はい、もう完全に台とリンクしてます今。本当ですか、はい、あじゃあちょっとペカドロボさん台の方にカメラ向けていただいてもよろしいですか。もうこれでね、はい、強烈なエナジーがね溜まってるんで、ね、はい、もうこれも一瞬ですよね。本当ですか。はい、はい、映ってますか。あ、もうちょっと端っこに寄せていただく感じで。あ、それそうですね、それぐらいで OK ですね。はい、 OK ですか。じゃあライトリンクしたということで、はい、はい、お願いいたします。行ってみましょう。はい、百列の方はどうですか。百列の方は今2人の店長が黙々と打ってますね。なるほどね、はい、キムさん滑ってるって言われて、大仏楽するな腹筋しろって言われてます。いや筋肉ってね、はい、必要ないですから本当に。え、そうなんですか。もう一番必要ないスロットに対して。この企画やべえな、面白さが伝わらん、はい、わらわらって言われますけどね。なるほどですね、はい、完全にその通りだと思います、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、もうこれをやらなければ、はい、皆様にね、はい、熱い展開とか、はい、見せれないんで。そうなんですか、はい、苦肉の策ですよ本当に。苦肉の策、はい、大丈夫です店長、オカルト店長、はい、あなたの部下なんかちょっとよくわかんないことなんか軽く壊れちゃってますけど大丈夫ですか本当に。前回ですね、はいはい、ペカ泥棒が結構、はい、まあ誕生日ということでメインで頑張ってたじゃないですか。あ、まあまあメインっていうかね、メインっていうかね、はい、メインではないですけど、はい、
まあ、ちょっと彼がちょっとねそれに対してちょっと拗ねてしまいまして。あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、でまあ彼に彼がちょっと好きなことをさせてほしいということで、はい、まあ、僕もあの今回の企画、まあ、ほとんど、まあ、結構初見で、まあ、見えてはないんですけど。あ、なるほど。あまりこの会話でいや大丈夫なんかなみたいな感じで。全然大丈夫じゃないですね。いや、まあまあ、でも相当やばいですね。まあ、でもそれもね、はい、まあ、含めて、まあ、いつも通りではあるかなと。まあまあまあ、いつも通り感は確かにありますけど。そうですね、はい、あ、今、はい、特訓から対決いきましたけど余裕でスルーしたんですけど、リンクしてるんですか本当に。いや、今のは特訓をしてなければ、はい、あの対決にすら行かなかったあ、そうなんですか。はい、あ、なるほどね。もう相当あの電源落ちてもおかしくないぐらいの状況ですよ、ね。あ、そうですか。はい、あ、非常にいい特訓やったと思います。あ、そうですか。はい、じゃあ次はゼロにするからもう一回ねってあります。これ鉄の塊落ちてきたらどうすんのって言われてますけど、それはもうあの特訓しますよね。特訓する、はい、あ、落ちてくればと思ったら特訓するということで。それはもちろん。あ、なるほど、はい、つまりいただき入れれば特訓しなくていいのかって言われてますけど。そうですね、それがあの唯一の方法ですね、はい、なるほど。じゃあいただきぶち込んでいただくということでね、はい、店長よく企画し、この企画承認したな、店長左遷だなって言われてますけどね。いや、毎回でも、いや、どっちかっていうと企画自体は今日結構マシな方向に行ったんじゃないかなと。そうですか。いや、よく考えてください。はい、普通にドミノとか普通に考えてありえないでしょ。まあまあ鶴見はね、いつもありえないんでね。いや、はい、それを考えたらまあまあ、はい、まあ、ま、マシな方なんかなって。あ、そうですか。そうですね。あ、ちょっとよくわかんない考えの人が集まってるということがね判明しましたけどもね。はい、春の人事かってやってますね。はい、本当にその通りですね。あ、そうですね、ありえますね。はい、店長2人名前漢字一緒だよねって言われてましたけど、おー、よくご存知ですね。そうなんですよ、東大阪店の店長が、塩あく店長ですね。で、鶴見店の店長同じ漢字でね、塩に飽きると書いてしわく店長なんですよね。ちょっとすごい珍しいお名前ですけどね、2人ともね。よくでもそのことご存知ですね。いや、本当にそうですね。なんでご存知なんですかね。近隣の方でしょうか。ですかもしれない。ありがとうございます。はい、ね、よくね、あの、私塩枠がお出迎えいたしますみたいなね、ポスターが貼ってあったりする日もありますけども、はい、はい、そういうのでね、ご存知なのかもしれません。素晴らしいですね、ありがとうございます。ペカ泥棒さん誕生日おめでとうございますって言われてますけど、ペカ泥棒さんどっか行っちゃいましたね、また。あ、ペカ泥棒さんはですね、はい、あっさり消えちゃいました。まあ、そこら辺徘徊してるんちゃいますかね。あ、そうなんですか。そうですね、それ以外多分やることないんで。あ、そうなんですか。それ以外やることないんですよ。あ、そうなんですか。閉店作業します。あ、普通に仕事してるということでね。根は真面目で。なるほど、根は真面目ということで、はい、なるほど。いただき入ったらフロアで飛び石するんでしょって言われてますけどね。あ、もちろんですよ。本当ですか、はい、本当ですか。もう何でもしますよ、テンション上がってるんでね。いやー、怖いですね、はい、鶴見本当に恐るべしですけどね。最初変わったの分からんかった。ああ、名前がね同じ感じなんでね。そりゃそうですよね。そうなんですよ、言われてますね。珍しい名前ですねって、鶴見常連ですって言われて、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。そうなんですよ、なかなかこうありえないやっぱ名字の組み合わせじゃないですか。そうですね、それが2つ重なるっていうのはね。そうです、もともとそののり店さんは鶴見店で店長されてましたんで、はい、まあ、僕その頃あの主任としてあの勤務させていただいてましたんで、はい、だから同じ名字呼び方ちゃいますけど、はい、がだから同じ店舗に集結したということですか、ね、そうですね、はい、すごい偶然ですよね。いや、あ、大丈夫ですか店長。なんか会話途切れますけど、トラブルですか。あれ、大丈夫、なんかあった。声は、店長の声は入ってますよ、大丈夫ですか。あ、入ってます、はい、聞こえますよ。木村さん見かけたら話しかけてくるって言われます。どうぞね、よろしく、はい、はい、話しかけていただいて。お願いします、はい。木村さんになっちゃってますけどね。いや、もう完全にバレてますよ ね。 一応ね、この番組ではね、ふんどし大仏という名前をね、いや、浸透させようとしてるんですけどね、全然浸透しないということで、ね、はい、まあ、でも どっちでもいけるようにしてますからね、はい、あ、そうなんですか、はい、そう、どっちでもいけるようにしてるんだ。どっちもいけるようにしてますんで、あ、そうなんですか、大丈夫です。なるほど、よくわかんないですけどね、はい、いや、普通に考えたら思ったらもう宮川さんになってますからね。あ、宮川さんね、なってますからね、はい、もう今日あれですか、ハードゲーム宮川さんいるんですか。あ、今日いますよ。おっと、いるということで今ざわついてますね。ハードゲーム宮川さんも今日はもちろんスタンバイしてるということでね。まあ、まだスタンバイはしてないんじゃないですかね。あ、まだスタンバイはしてない、まあ、彼の気分次第なんでしょうね。いや、恐ろしいですね、ざわって言われてますけどね。
ざわついてますか。はい、ざわついてますね。和骨ってどうもこんばんは、お久しぶりっすということでね、はい、ありがとうございます。あの大仏怖いって言われてますね。ふんどしって言われてますね。はい、ざわざわざわ頑張ってって、ざわざわ大仏はよ特訓って言われてますけど、そうですね、まあ、はい、子役とか引いてるんですけどね、まだ入んないですね。ああそうですか。ちょっとじゃあ北斗の方にカメラを切り替えて見てみますか。はい、はい、北斗ね、ちょっとカメラずれてますね。北斗ね、ちょっと待ってください。調整中ですね。まあ、言うとこっちも打ち消し来たんでね、もうすぐやと思うんですけどね。すいません、ちょっとね、今日はハードだな。今までね、キコーナチャンネルいろいろ配信してきましたけどね。ノリノリ店長、北斗の百裂どうですか、寝台ということで。あの映像が、はい、思ってる以上にあれですね、一新された部分も多いんですね。新しい映像がね、入ったのが多いということで、普通に楽しんで見てられますし、はい、なるほど、絵も綺麗ですし、なるほど。まだ恥ずかしながら当ててませんが、230分の1ですか、約229でしたっけね、229だったような気がします。はい、そうですね、触りやすいですよね。そうですね、当ててそうな気がする、はい、っていうようなね、確率になってますね。はい、すいません、ちょっとね、移動するときにね、マイク離さないと、外さないといけないようなね、今日はあの状態ですね。ちょっとコメント読みづらい感じで申し訳ございません。ちょっとね、コメント読んでいきましょう。今日もひどい企画だなって言われてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。大仏って、大仏の動きが独特すぎてわらわらって言われてますね。北斗動きどうですかって言われたんですけど、残念ながら今のところまだ動きがないということで、動きありましたらね、ぜひ教えてください。はい、はい、はい、2人の店長かということでね、そうなんですよ、鶴見店のオカルト店長と東大阪のノリノリ店長の2人でね、北斗を打っていただいているというような状況になっております。はい、対決っていうか、対決はですね、このふんどし大仏さんが己と対決しているというようなねそうですね、はい、状況になっております。はい、ガムテープ一気に剥がすとか大丈夫なんですか。本当に痛いでしょあれ。いや、全然大丈夫ですよ。あ、鍛えてるから全然大丈夫。はい、鍛えてますからね全然大丈夫ということで、普段から特訓してるからこそできる企画ですね、はい、ああそうなんですか、はい、いやよくわかんないですけどね米読まない放送になったのか、すみません、米ね読んでいきますのでね、申し訳ございません。百裂好きなんだよな、ただ ST 長すぎって言われてますけど、今回 ST 128回転ですかね。はい、はい、ST ロング ST という形になってますけどね。 ST 長すぎっていうのはどういうことなんですかね。もうちょっと短くてもいいから、 ST 中の確率を高くしろってかいうことなんですかね。うーん、そういうことですよね。今回 ST いくつでしたっけ、90何分の1とかですよね、ST 中。ST 中確率が 92.8 分の1。92.8 分の1ということで、まあ、なかなかね、ちょっと辛いというか、まあ、その分長くなっているという形でしょうかね。そうですね、ロング ST、はい、最近は流行りでたくさんの機種がありますけど、はい、まあ、長くその楽しい時間を楽しめるっていう感覚がやっぱ強いんですよね。そうですね。でもその代わりその方もおっしゃってるように、確率が重くなりがちなので、そうですね、サクサクずいずい当たってくるみたいな、はい、連チャンスピードはやっぱ落ちてしまいがちかな。そうですね、まあ難しいところですけどもね、どっちがいいのかなというところではありますけれども、北斗百裂は、北斗の拳5百裂は、128回の ST という形になっております。はい、スウェオ店長、スウェオ店長って誰、スウェオ店長って方はね、いらっしゃいますか。このお店にはいらっしゃらないですね。いや、そうですね、はい、大仏寂しそうって言われてますけどね、寂しいですか。いや、そんなことないですよ、全然全然大丈夫。もうさっきからあの弁当を鬼のように引いてますから、ね、はい、ああ、そうですか。はい、こんな感じでね、今大仏さん一人で打ってるというような状況ですけどもね、はい、はい、特訓入ったら教えてくださいね。そうですね、はい、はい、
徳くんと、あと ART 入ったらね、はい、あの中押しとか結構あのもう浸透してると思うんですけども、はい、まああの他の逆押しとかね、はい、で打ち方とかもね紹介できたらいいなと。なるほど。いやちょっと真面目なんですね一応。そうですよ、あの番長も徳くんから先に行ったらもう、はい、あの僕の仕事終わりです。ああ、なるほど、わ、はい、かりました。よくわかんない、よくわかんない理論ですけど、はい、理論ですけどね、はい。松尾店長ってどっちだったんですけど、松尾店長っていう方はどいらっしゃいますか。ま、いや松尾店長、はい、松尾店長ですか。どこの店長ですか、松尾店長って。いやは、はいはい、鶴見と東大阪の店長ではないということ。いやいや、それ分かってるでしょ、はい、残念ながらね、申し訳ございません。もしかしたらかなって、そう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 、裏の名前があるのかなと思って。あ、松浦さんのことちゃいますか。いや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 、松尾って書いてありますよ。松尾店長どっち。松浦さん一番近いですね。いやいや、おかしいから、全然そんな話じゃないです。まあそれで話がまとまったということで。なんでまとめないでください、勝手に。こっち見た、また見た、ぼっちなのってやってますけど、完全に一人ぼっちですね。そうそう、この映像。今のね、とりあえずチャンス目引いたんで、はい、お、チャンス目、チャンス目から即発展対決です、ね、なるほど。あ、これは特訓しそうな匂いがしますね。ありえますね、はい、特訓タイムっぽい。負けて、ノリオに負けてからの、いや、あるかな。でもこのまま行ってほしいけど、負けて、あ、特訓行かず。おお、なるほど、ね、夕方ですね、残念。特訓見れるかなと思ったんですけど、残念ながら見れないということで。あの、ここからありますからね、はい、対決が。お、スイカーってやってました。目押しすんな、教鞭かと思ったって言われましたけど。そうですね、結構ね、あの、はい、ちょいちょい僕目押し見つけるんですよ。あ、そうなんですか。ほんで、あの、自分でドキドキしながら、ね、あ、なるほど、一人で楽しむということでね。寂しいな番長で、大仏さんまた話しに行くわって言われてますよ。あ、ありがとうございます、待ってます。話しかけられたりしたこととかあるんですか。いや、あの、大仏って言われないですね。ああ、何て言われるんですか。木村と呼ばれる。ああ、やっぱ木村さんって話しかけられる、はい。そうですね、でいつもね、大仏の時にね、話しかけていただけたらね、はい、僕もあの楽しい気分に なれるんですけど、ね、なるほど、じゃあね、はい、ぜひ番組見た方は、はい、大仏さんというふうにね、そうですね、今週もかなり滑ってましたねっていうふうにね、言っていただければ。そうですか、はい、僕には分からないです、ね、喜ぶと思いますんでね、はい、はい、朝行ったらリアルにこんな感じってあります。そんなに少ないのって、朝は少ない、夕方そこそこって言われてますけど、どうなんですか。そんなことないですよね、オカルト店長。はい、そうですね、聞いてますか人の話。あ、聞いてますね、常にたくさんのお客様来ていただいているということでありがとうございます、本当にね。いや、即特訓行ったら激アツだろうって言われてますけど、残念ながら特訓行かずということでね。放送した次の日は暑いみたいな感じって言われてますけどね。いや、まあね、そこら辺はね、お察しくださいということで。そうですね、はい、そこら辺はちょっとね、言えないことも多いね、こう規制の世界ですけどもね。そうですね、ご自分でこういろいろこう想像を膨らませていただいて、はい、なるほど、膨らませていただければ、はい、そうですね、はい、まあ、来ていただければね、いろいろね、こう分かる部分もあるんじゃないかなと思いますんで。そうですね、はい、ぜひ遊びに来ていただければということで、はい、はい、感じになっております。はい、はい、こっち特訓入りました。特訓来ましたね、ありがとうございます。はい、もう1回目ねスルーしてるんで、もう2回目となれば、はい、もうかなりもうパワーがね溜まってるんで、はい、この特訓を経たらもうほぼほぼ入るんじゃないかな、そういう感触はありますよね、今ね。なるほど、はい、分かりました。じゃあまたちょっとカメラ、ペカドロボさんはカメラやっていただいてもよろしいですか。お願いします。はい、お願いします。大仏出現まれやんって言われてますよ。はい、出現まれってたまにホールにいるのかよって言われてますけどね、いるらしい、いるらしいんでね、はい、はい、あの、皆さん毎日来てもらわないと、はい、なかなか見つけるのは難しいとは思うんですね。なるほど、はい、ふとした瞬間にいます。はい、もうちょっと上まで、首が切れちゃってるんで上向けていただいてもよろしいですか、カメラ。いけてますか。ああ、そうですね、そんな感じでお願いします。はい、はい、なるほどですね、はい、はい、次の特訓はですね、はい、まあ、この洗濯バサミを、はい、乳首にですね、はい、装着いたしまして、はい、まあ、ペカ泥棒さんに引きちぎってもらうと。はい、まあ、常人だったら、まあ、地獄のような、ね、叫び声をすると思うんですけれども、はい、僕は大丈夫です。本当ですか。はい、なぜなら鍛えてますから、はいはい、全然大丈夫ですね。本当ですか。はい、でこれももちろんね、はい、少しでも悲鳴を上げた瞬間にまた罰が執行されます、はい、あ、悲鳴を出して上げてしまうと、はい、特訓失敗ということで、はい、罰ゲームされてしまうということでね、はい、こちらの気候なの処刑代行人、はい、ペカ泥棒さんが罰を与える。恐ろしいですね、はい。では、はい、ドロボさんお願いいたします。はい、お願いいたします。
まあ、普通の人だったらね、手加減とかお願いするかもしれないんですけれども、はい、僕に関しては一切必要ございません。はい、いやもうダメならもう、はいはい、もう普段からこういうことしますから。ちょっと乳首が挟まってるところをちょっとカメラに寄って見せていただいてもよろしいですか。はい、どうですか、はい、あー挟まってますね、完全に乳首挟まってますね、黄色と水色の洗濯バサミが、はい、はい、挟まってますね、非常にね、今、はい、危険な状態です痛い配信かこれはってありますけど普通の人ならこの時点で耐えれてないはずです本当ですか。はい、はい、ですが私は大丈夫です。乳首もちゃんと鍛えてます。乳首も鍛えるってどうやって鍛えるの。乳首も鍛えてます。考えるだけで痛いって言われますけど、はいはい、痛いでしょ。痛いですよ。僕は大丈夫です。本当ですか。はい、もうあのお風呂とかでね、はい、あの熱いお湯、冷たいお湯やってますんで交互に交互に、はい、やってきたいと。相当ね、研ぎ澄まされてます。本当ですか。僕の乳首は研ぎ澄まされてます本当ですか。はい、大丈夫ですよ。いやー、ね、大丈夫ですか。はい、もう早速行く感じですか。ここら辺ですか。はい、その感じですね。もう、ね、はい、もうあの大丈夫なんで、はい、一応あのカウントダウンだけね、はい、失敗すると血が出るって言われますけどやめてあげて、ちょっとおもろいやんけって言われますけどいやいやいや、はい、今あの非常に危険なんでね、はい、あのみんなこの放送見てる皆さんは、はい、あの軽い振りな感じであの真似だけねしないようにしていただそうですね、はい、ぜひ真似はしないでくださいということでね。はい、はい、まあ、さあ、ね、さあペガトホボさんが今か今かと今準備してますけど、どうですか、はい、オッケーですか。オッケーですかね。はい、大丈夫ですよ。今ちょっとね軽い振動を与えてますけど。ああ、なるほど。ね、結構ね普通の人やったらやばいけど、ね、はい、ああ、微振動でもすでに普通の、はい、もう微振動もうすごいことになってます。一般人なら無理。はい、一般人やったらもう無理です。なるほど。気を失ってますね。わかりました。立ってられない状況になってもおかしくない。もう鍛えてるから大丈夫ということでね。鍛えてるから大丈夫です。はい、わ、うん、かりました。はい、僕もいつでもやっちゃってくださいね。はい、僕もカウントとか見ないカウント見ない。まあ、カウント見ない。ああ、今のいくつだカウント。それどんなカウントの仕方かよくわかんないカウントの仕方ですけど。はい。三、二、一。いったみたいな。痛いだろそりゃ。そりゃ痛いだろ。ペカドロも笑ってるし。痛いだろ。当たり前じゃんって言われてるよ今のね、僕ね、はい、あのイッツイッツって言ったんですね。え、いてててててって言ってるいてててててて、手がいっぱいついてますよ。いやいやいや、いや、あの、面白かったんだ。え、面白かった。あ、こんなに痛くないんだと思って。いやいやいや、逆でしょ。いやめちゃくちゃ痛がってたじゃないですか今ね、ペコボーボーさんめちゃくちゃ痛がってましたね今ね。喜びの夢、罰ゲームですよね、明らかね。はい、いやでもね、やめて明らか罰ゲームです。サワサワ触るのやめてもらっていいですか。明らか罰ゲーム。男気確認って、絆創膏貼ってあげてって言われてますけど、じゃあ絆創膏剥いてあげてください。そうですね、あの、はい、乳首にあれはなんかね、はい、流血は避けたみたいでよかったですね。そうですね、乳首取れてないから大丈夫って言われてますけど、はい、残念ながら乳首は取れてないということでね。乳首健在ですね、はい、じゃあ罰ゲームということで、痛がってしまった罰ゲームということで体中に貼ったね、ガムテープを一気に剥がしていただくということでお願いいたします。さあ、どれ行きますか。膝、え、そっからそっから行くんか。あー、太もも、太もも痛そう。あー、まあまあまあ、でも鍛えてるんでね。本当ですか。どうじゃない、全然どうじゃない、はい、もうこのくらいやったらね、はい、お願いします。あーっと、フェイント、フェイントかけてきましたね。まだまだすぐにはいかないということでね。いや、もう、はい、ほんまに剥がしたんかと思いました、はい、痛いよそれ。痛そう。いやいやいや、ひでえって言われてる。はい、あの、はい、皆さん今、はい、自然に見てたかもしれないですけども、はい、僕は今自然に、はい、乳首洗濯バサミとガムテープ、はい、2つの罰を今、はい、平然と受けました。罰特訓って言ってたね自分。はい、はい、まあ、特訓ですね、特訓系の罰ですね、はい、もうすごいエナジーが今溜まってますんで、はい、これもうほぼ確定状態。本当ですか。はい、本当ですか。もうこれもういつ入ってもおかしくない。絶対嘘だろ。はい、一人でに入る可能性もありますからね。本当ですか。そのぐらいのパワーを秘めてます。はい、じゃあ回していただく感じで、はい、すね毛百裂拳って言われますね。何の特訓やねん。労災申請しろって言われますけどね。はい、まあ、あの、普通の人やったらあの災害としてね、はい、申請してもらったらいいかもしれないですけど、いや、僕にとっても全然申請レベルですけどね、完全にね。これは日常ですね。はい、あ、はい、そんな感じでストップでお願いします。いい感じですね。あれ、アングルナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、降格中なら 33% だねって言われてますけどね。どうですか、 33% で解除できますか。はい、いや、もうでも普通やったら33ですけれども、はい、もうこれ98、9ぐらいいってますね。本当ですか。エナジーが溜まってますから。ああ、特訓の成果がね。はい、もうチャンス目も引いちゃう感じ。ああ、なるほど、
日常のプレーやねって言われてますけどね。そうですね、普段からね鍛えてる、はい、はい、ライブさんとしては、はい、こんなのはもう特別ではないと。もう全然ね。なるほど。全然ちょっと焦ってますけど大丈夫ですか。全然大丈夫。大丈夫ですか。はい、こんぐらい楽勝ですね。いやー本当ですか。実際はこの格好で入店したら NG でしょって言われてますけどね。いやこの格好で入店するのはどうなんですか。まあまあ、OK ですけれども、はい、そこであのお声はおかけに行きますね。あ、そうですね、はい、風邪ひかれますよって感じでね。そうですね、はい、声掛けはさせていただくとは思いますけど ね、 ね、はいはい、さあ対決来ましたね。さあエナジーが溜まったと言ってますけども、はい、ノリオとのカルタどうでしょうか。いやもう勝ち気しかしない。本当ですか。こんなもん勝ち気しかしないとかね、はい、豪語してますけども、もうなんせエナジーが溜まってますからね。エナジーってなんだよって言われてますよ。はい、なさすぎって言われてます。あ、残念。なるほどです、ね、特訓失敗ということ で、 なるほどです、ね、いやー、やらかしてますね。まあ、今のは僕、はい、こっち側の特訓が、はい、まあ、あまりにも衝撃すぎて、はい、ちょっと台頭かけ離れてしまった。大乱視って言われてますね。はい、いやいや、もうすぐじゃないですか。なんだかんだ言い訳するってことですね。じゃあちょっともう一回ね、北斗見ていきましょうかね、またね。はい、お願いします。はい、北斗いいですね、賑やかですね、音がすごい。大仏さん、はい、大仏さん、乳首大丈夫ですか。乳首大丈夫ですよ。あ、大丈夫、はい、あ、ほんまや、もう全然、もう真っピンクですよ。はい、全然大丈夫です。大仏さん、はい、企画自体は大丈夫なんですか。まあ、僕の思ってる以上に成功はしていますね、今のところ。なるほど、はい、非常に手応えは感じますね。もう限界を感じずには入れないですけど。いやー、その通りですね。さあ、ノリノリ店長ユダ来ましたけども、どうだ。弱かったですからね。ちょっと弱い、はい、あー、だね。ユダ強いですね、勝てずということで。おまさか放送で天井って言われてますけどね。誰がドン引きって言われてますよ。初見です、新しいですねって言われてますね。ありがとうございます。新しくはありますね。あ、かなり新しい、斬新ということでね、はい、はい、広角ってポチャメを3連続外し、ああそうなんだ、天井わらわらって言われてますね。ユダーって、北斗、100列5かーで、どれも当たってない件ということで。そうなんですよ、残念ながらね、3台回してるんですけど、3台ともまるで当たってないということでね、はい、そうですね、はい、オカルト店長、ちょっとなんかオカルト駆使してそろそろ当てていただければなと思いますけども、大丈夫ですか。あ、オカルト、じゃあ、はい、さっき、誰でしたっけ、はい、だいぶ、ふんどしですね、はい、まあ、ふんどしはね、あれはね、はい、まあ、今までずっと結構一緒にオカルトやってきましたけど、はい、あれはオカルトに反してますね。え、オカルトに反してますよ。オカルトに反してる。いや、あれはね、はい、ダメです。ダメ、あれはダメです。何がダメなんですか。いや、オカルトじゃない、あれはオカルトじゃない。オカルトじゃないです、あれは。ああ、乳首をいじめたところで当たるわけがないと。乳首をいじめたところでちょっと違います。ああ、なるほど、それは当たるはずがないと。まあ、第1回のジャグラの時にですね、はい、まあ、見ていただいた方はちょっと被ってしまうんですけど、はい、僕がオーリングというオカルトをちょっと皆さんに。あ、ありましたね、オーリング、はい、これ再度説明させていただいていいですか。はい、またやるんですか。はい、いや、やりました、ね、はい、まずですね、皆さん、まず遊戯台をまず皆さん選びますよね、はい、その時にですね、まず左でこう輪っかを作っていただくと、はい、輪っかを作っていただきます、はい、で、右手ですね、はい、右手の人差し指でこの輪っかをこう、分かりますか、はい、抜こうとするんですよ、はいはい、で、この台の前に集中して、はい、集中するんですよ、これ、はい、周りの目気にしちゃダメです、はい、抜ける、はい、っていうことはこの台じゃないんですよね、はい、で、これを、まあ、打ちたい台をこう何台かやっていくじゃないですか、はい、で、多分何台かのところへんで、はい、こう抜けなくなるんですよ、指が、はあ、指が抜けなくなるんですよ、はい、そしたら、その台熱い、その台いける、はい、ってこういう判断で、はい、打っていただいたら、僕今まで2戦2勝してますからね、これ若い頃。ノリノリ店長、
ノリノリ店長の元部下なんでしょこの人たち全員。いやもう本当に、ね、本当にどういう責任取ってもらっていいですか本当に今日本当に。いや松田さん、はい、オーリングは本当ですから。いやいやいや、あの乳首とは違いますよ。いや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 本当に松田さん今日に関しては、はい、まあ、珍しく、はい、ガチの反省会ですよ。いよいよいガチ反省会ですね。いやこれドミノ、はい、ドミノ一家ですか。ガチ反省会ですね。してはガチの反省会ですね。いや怖いですね。あと とか言ってる間に特訓来ましたね。特訓来ました、はい、再び特訓ということで、はい、じゃあペカ泥棒さんがまたねやってきましたね、はい、いや相変わらずいつの間にか消えていつのまた素早く現れるペカ泥棒さんということで、はい、なるほどですね、はい、まさか僕もここまで特訓入るとは思いませんでした、ね、なんでちょっと弱気になってる。なるほどですね、ちょっと弱気になってる。いやいやいや、これがやっぱり特訓の成果ですね。ああそうなんですか、はい、まあ何としてもねこの特訓で当てたいと思いますね。そうですね、ぜひ、はい、なぜなら僕はあの、はい、反省会はしてほしくないから。僕は怒られるのが一番嫌いなので、ね、ああ、はい、なるほどね。それだけは避けたいなと思います。なるほど、それなんか前も聞いたことあるぞ、ジャグラーの時でね、オーリングのねオカルト、ジャグラーの時以来の出現でしたけどもね、はい、ちょっと後で反省会ということでね。そうですね、はい、いやいや、はい、本当の意味でオカルトだって言われてますけどね。いや松田さん、そこ、はい、オーリングもっとね拾ってほしかったですね、はい、僕は。いや拾いようがないですよ、僕は。残念でしょうがないです。いやいやいや無理無理。はい、じゃあ特訓どうするんですか今度。はい、次はですね、はい、やっぱりあのいい台を見極めるために、はい、何が一番必要かって考えてください。はい、嗅覚です。匂い？いい台を見極める鋭い嗅覚が必要となります。なるほど。ということで私は、はい、鼻の穴に、はい、からしを詰め込んで、はい、深呼吸いたします。大丈夫それ。あの一番ね、はい、3回も引くとは思ってませんでしたので、はい、もう最終です、最終手段です。もう本当に危ない、本当に危ない、これは。あ、危ないと思いますよ、はい、それシャレにならないと思いますけどね、はい、これでもう僕が少しでも動じた場合、はい、罰が執行されます。はい、はい、罰ってあれまたガムテープ剥がされるやつですか。そうですね、まだ残ってますからね。なるほどね、まだ行かれますけども、多分これはね、はい、大丈夫です。ド M やなって言われますけど、やめろって言われます。あの毎回僕寝るときやってますから。本当ですか。はい、もう日常です、これ。こんなもん。はい、わ、はい、かりました。嗅覚関係ないだろうって言われますけど、特訓じゃなくて罰ゲームやんって言われてますけど。いやいやいや、はい、大丈夫。大丈夫ですよ、嗅覚も全くれもないやん、はい、こんなもんも。マジで。はい、大丈夫ですよ。ちょっと寄ってあげてもらっていいですか、じゃあカメラさん、はい、うわーうわー痛そう。これ、分かった。今ね、はい、鼻でまで息しないで、はい、ここからあの深呼吸いたしました。はい、これでもう悲鳴を上げたらもうやばいと思ってください、はい、悪いこと言わないからやめろって言われます。いきますよ、はい、3、はい、2、1。ここまで来ることができたら終わり。痛い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 。あー帰ってた帰ってた。あまりの激痛にトイレに駆け込んでしまいましたね。そりゃそうですよね。てかあれ抜けるのかな、一回吸ったやつトイレで。いやいや松浦さん、はい、いやー、彼今トイレですか。トイレに駆け込んでしまいましたね。いててててって言いながら、いや鼻にからし突っ込んで。いやダメでしょ。いやーいやーいや彼ね、これあかんやつやってやつ。いや体張りすぎるんで、体張りすぎる。僕ねもうねそわそわしながら、はい、あの見てましたから。大丈夫か、それは直行やな、ド M やなって言われたけどね。いやいやもういやもうハラハラさせますねこれ。いやハラハラさせますねっていうのは戻ってきた後で言うセリフですけど、戻ってきてないですからね。いやきついでしょう。はい、ちょっとペカドロボさん見てきてもらってもいいですか。あ来ましたね。あはい来ましたね。大丈夫ですか。いや大丈夫ですよ。大丈夫、はい、全然ね、はい、まああれですね、はい、あのわさびと、はい、あの僕完全間違えてましたね、はいはい、あのツーンとくるだけだなと思ったら、はい、まあなるほどな、まあ、あの刺激がね。そらそうでしょ、そらそうでしょ、はい。ペカドロさん今の僕はあの悲鳴ですかね、今のあれは。いや完全にアウト、悲鳴ですよね。アウトです。そらそうですよね、そらそうですよね、そら罰ですよね、そらね。はい、でもやっちゃってください。
確実に罰ですよね、はい、労災ですねって言われますけどね、労災降りないなこれ。もう全然こんなのね、日常なんでね、あの皆さんがやれば労災も申請してもらって全然 OK なレベルですけれども、はい、まあ、あの私は大丈夫ですね、なぜなら訓練を積んでるから。本当ですか。はい、めちゃくちゃ痛て痛てって言ってましたけど、ね、いやいやいや、大丈夫ですか。今のは違いますね。ああそうなんですか。今のはあの別の種類の痛てですね。いや、はい、別の種類って何の意味はよく分かる、はい、快楽に近い感じです。快楽、はい、ド M だな本当に、はい、じゃあお願いいたします。本当ド M だ。さあ胸いきますか。いっちゃいますか。なるほどですね。胸いっちゃいますか。はい、じゃお願いします。はい、あ2個ダブルダブルで胸と腹とダブルでいくとえあどっち行くか分からない。ああなるほどね。こんぐらいこんぐらいじゃでも、ね、1枚でも2枚でも変わらないですよ。あなるほどね、胸に行くと見せかけて、はい、みたいなね、はい、全然こんぐらいじゃもう、はい、カニがいてね。綺麗に剥がしましたね今ペカドロボさん、完璧に振り抜きました。素晴らしいフォーム。マジか。なるほどですね。絶対痛えよって言われた。やべえ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 。最初耐えたしって言われてますけどね、最初耐えてなかったからね、それは罰ゲームですよ。いやー、ね、大丈夫。これは大丈夫ですね。大丈夫、全然大丈夫ですね。おー余裕こいてますね、はい、まああの2枚ってなったんでね、さすがに僕もあの気を失うかと思いましたけれども、はい、ギリギリで耐えました、ね、ギリギリで耐えた。はい。一瞬失いそうになってましたけどね。でも普通の人だったらもう完全でした、はい、入院レベルでしたね。なるほど、はい、全然僕は大丈夫ですね、はい、でいつ当たるって言われてますよ。あ気になります、はい、今ここまで私3回特訓してます、はい、ということは、はい、もう通常の3倍の確率で当たります。本当ですか。はい、今何ゲームって言われてますけど何ゲームですか今。すいません、ちょっとカウントしなかったか、ね、カウントしてなかったということで、はい、なかなかハマってますけどね。はい、はい、じゃあ、まあね、はい、大丈夫ですか。大丈夫でしょ。今口の中にからしが降りてきた感じですか。いや大丈夫ですよ。大丈夫ですか。途中ちょっとあの一回トイレ行くかもしれませんけど、そこはあの繋いでいてもらって。ああ分かりました、はいはい、よく分かんないですけどね。じゃあはい、じゃあお願いいたします。カウントしろよって言われます。だいぶちょっと次店行ったら200円くらいあげるわって言われますよ。っていうか早く当ててくれって、早く打てよって言われますね。そうですね、はい、そうですね、はい、お願いしますよ本当に、はい。番組タイトル読んだだけで吹いたって言われました。なるほどね。あ本日はね、はい、番長2で特訓に入るために本当に特訓してしまう配信 With 北斗100ですということでね、はい、はい、鶴見の自由すぎる配信をお送りしております。はい、はい、いやこういう感じですよ。1頭持ってますけどね、はい、これどうですかね。そろそろ本当に当ててほしいところですけどね。まあそうですね、はい、まあ、そもそも特訓入れないと僕も特訓できなかったんで、はい、まあ、3回ぐらいは特訓しとこうかなという感じだったんで。なるほど、まあ、ちょうどいい感じですね。特訓するたびに下手ってきてるって言われますけど、完全にその通りですね。そんなことないですよ。いやそんなことありますよ、はい、あと2時間ぐらい行きますよ。だんだん弱っている感じですけどね。リラックほら、マチコ先生。おー、マチコ先生注射ということで、はい、これは5トン、はい、これは来たいただきパターンですね。来ましたよ、ありがとうございます。そしていただきラッシュ直撃ですね。直撃ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、残念ながら特訓はじゃあもう見れないということでね。そうですね、残念ですわ、本当に。通常いただきということでね、ようやく確定、はい、はい、もろたって言われてますね。はい、お見事。いやさすが特訓の成果が、そうですね、はい、ダイとシンクロした、エナジーが溜まってダイとシンクロした結果、はい、いただき直撃ということで。もうそうですね。なるほど、はい、もう3回分溜まってますから、はい、もう普通のいただきじゃないはずですよ。ああなるほど、もう、はい、もう相当ないただきになってると思います。わかりました。じゃあもうね、ふんどしダイブさんの見せ場終了ということで北斗に切り替えていいですか。そうですね、どうぞ、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ちょっとトイレ行ってきてよろしいですか。あ、はい、わかりました。ということでね、はい、ということでオカルト店長とノリノリ店長、一応ね今大仏さんが見事特訓からいただきラッシュ直撃ということでね入ったんですけれども、はい、北斗どうですか。いやー僕のところはまだですね。いやーちょっとやばい、だいぶハマってるんじゃないですか。当たんないんですよね。当たんない。どれぐらい回したかな。暑いのがなんか来てる感じはあるけども当たんないって感じですか。まあまあ当たりそうまではいかず、もう、あーなるほど、そこそこ暑いのはありましたが、微妙な感じということで。大仏があんだけ喋ってるんで、はい、
そっちアピールできずね、そうですよね、あんだけ喋ったらね、はい、いや大仏本当大丈夫ですか。僕はい、乳首洗濯バサミあたりからですね、はい、いや僕いやその洗濯バサミ多分買っていったやつと思うんで、はい、多分新品なんですよ、はい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 、ってことはほんまに痛いと思うんですよ。あ、まだ硬いやつよね。いやそうなんですよ、もうそう、はい、もう僕ね今北斗言ってますよね、はい、もうハラハラしてます。いや、本人がやってるんで、本人がやってるんで大丈夫なんじゃないですか、わかんないですけど。いや、もう怖いです、怖いです。大丈夫でしょ。信頼なのについでかーんって言われてますね、本当にね。当たらない店って言われてますけど、当たらない店って言われちゃうんで、当ててくださいね、本当にね。いや、本当に当てれない、はい、これ。北斗百烈、信頼ですけども、導入は何日からでしたっけ。導入は2月の、4日ですね。え、2月の4日、あれ違います、2月の、水曜日。いや、北斗百烈、あ、1月の水曜日水曜日、すいません、1月8日、8日ですね、すいません、8日です、すいません、1月8日の、からオープンしてるということでね。そうでございます、はい、台数は木コーナー鶴見店北斗百烈は何台ありますか。北斗は10台ございます。10台、10台です、はい、ありますということで、東大阪店は何台ありますか。ひょくとやっとそこに触れてくれましたか、はい、すいません、 お待たせいたしました、申し訳ございません。いやもうちょっと真面目にやっていいですか、はい、どうぞどうぞ、はい、お願いいたします。いや今日はキコーナ鶴見店とキコーナ東大阪店コラボ配信ということですが、ここ、はい、キコーナ鶴見店からお送りをさせていただきます。はい、キコーナ東大阪店は、はい、もう日付変わったんで昨日1月15日、はい、天休日だったわけですよ。なるほど、店がお休み、はい、つまり、はい、1月16日、はい、本日、はい、寝台入れ替え、お10時オープンとなっております。なるほど、やっとこですよ、今年初めての寝台入れ替え。お、どんな寝台が入ったのか、じゃあ教えてもらってもよろしいですか。もちろんこう今試打させていただいている北斗百烈、ここに入りました、はい、12台。お、12台。先週配信させていただきましたガンダム、はい、それからパチンコのリオ2。お、リオで、まだ稼働開始しない機種がですね、はい、ウミネコの鳴く頃に。お、ウミネコスロット注目機、バジリスク絆。お、バジリスク絆、主役はゼニガタ。お、ゼニガタももう入ってる。とりあえず何でもかんでもぶっ込みました。なるほど。とりあえず言っとけということで。はい、なるほど。ゼニガタとウミネコとバズリスクはまだ稼働に関してはまだ後日ということでね。そうなんですよね。はい、なってるんですけども。はい、なるほど。そんな感じで入って寝台入ってるということで、明日じゃあ寝台オープン初日ということで。明日、うん、今日。10時。もう日付変わってね、今日本日の10時と。10時オープンです。はい、じゃあぜひね、東大阪店の方に。鶴見店なんかね、もう来なくていいんで東大阪店の方に遊びに来ていただければ。いや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 、ふざけ切った鶴見はスルーで東大阪に遊びに来ていただければなというふうに思いますんでね。はい、よろしくお願いいたします。いや、松田さん、あ、オカルト店長すいません、若干ちょっと体をカメラの反対側、あ、そうですね、そんな感じでお願いいたします。はい、はい、そんな感じでね、お願いいたします。東大阪真面目かよってやってます。真面目にやっていいですか、わらわらわらってやってます。いや、本当にね、はい、アピールするとこしとかないとね。ねえ、それはね、ちゃんとね、そのためにやってるわけですからね。鼻からし見せてる場合じゃない。鼻からしね、乳首洗濯バサミ見せてる場合じゃねえよって言われてね。趣味でやれと。いや、本当にその通りですよね。あとね、これマジ反省会だと思いますのでね。はい、俺知らないって感じですけどね。いや、でもこれを職場でやっていいと教えてくれたのは、はい、やっぱり誰、何を隠そう、森天ですからね。お、はい、ノリノリ店長の教えを受け継いで今これをやってますと。そうです、そうです、みんなそうですよ。言ってるわけですか、はい、もうここにいるやったら全員そうです。あ、とか言ってますけど、ノリノリ店長どうなんですか。いや、私が教えたのは、はい、まあ目いっぱいやれと。やるならね、中途半端ではないようにね。もう全力でやれと。いや、素晴らしい教えです、ね。はい、ワンパクでもいい。なるほど、マスク目いっぱい。なるほど。いや、初めて聞きましたね、今それ。いや、初めて聞きましたね、今それ。ね、今ね、東大阪店の店長ですけど、もともとこの鶴見店の店長だったということで、ノリノリ店長。そうです、この今のメンバーは全て
このノリノリ店長のもともと部下だったということでね、はい、私の間違った教育によって生まれた集団ですから、元凶、元凶って言われてますけど、言われてますけどね、おかしい、はい、まあね、ちょっとね、教えが間違ってね、ちょっと曲がって伝わるっていうのはよくある話ですからね、はい、精一杯やれって言うとね、裸で金腰になるっていう解釈をするやつもね、中にはいるっていうことですよね、はい、はい、来た、これ熱いですね、お、ちょっと熱い、ここで逆押しですね、青7を下段に狙うと、ああ、番長の話ですか、あ、そうですね、ああ、番長の話はもういいですよ、もう終わってますね店長たちも特訓した方がいいんじゃねって言われてますよ、本当に賛成日記をした方がいいと思いますね、はい、やっぱりあのエナジーが溜まってないでね、エナジーが溜まってない、はい、あ、いやもう彼特、いやもうね、かなんかもうなんかからしとかやってるじゃないですか、はい、いやそれさらにガムテープいかれてて、はい、いやもうこれ完全にね、はい、これ特訓ではないですよね、それ特訓ではない、特訓ではない、本人特訓って言い張ってますけどね、特訓ですよ、はい、はい、特訓ですよってなんか 、はい、裏返った声で言ってますけどねいやでもね、はい、やっぱりあのオカルトとこの特訓っていうのは、はい、まあやっぱ運任せと、はい、まあ、あの自己の力を高めるということですね、はい、対極の位置にいますので、ああ、そうなんですか、はい、そうなんですか、よくわからないですけど、僕もちょっと今までオカルトとかやりながら、はい、ちょっと自分でちょっと俺はちょっと違うんじゃないかなっていうのはあったんですね、はい、おっと、はい、ちょっと名前オカルト店長、まさにオカルト店長をディスってる感じですね、これ完全に、いやこれ僕も今完全にこれ、はい、あれですね、完全に教えに反してますね、はい、そうですよね、はい、そうですよね、いや一緒にジャグとかヌルポとか言ってたのいやおかしい、ジャグラーでね、ジャグラー配信でね、一緒になって、もうあれやってる時も僕ちょっと違いましたもん、なんか楽しそうにやってた、楽しそうにやってたのにね、はい、ディスってますけどね、完全にね、はい、まあ、いやディスってますねこれ、いやいやいや、あれでね、あのね、バンバンボーナス引いてたらあれですけれども、はい、見てくださいよ、はい、今回、はい、僕があの特訓してエナジーを貯めたことによって、見てください、ほら、ボーナスも引けちゃうと、はい、ART も引けちゃうと、なるほど、これがもう答えなんじゃないですか、いや、まあ、そんなことしなくても、いつかは引けると思いますけどね、はい、はい、百裂当たらんから番長映してよって言われてますね、本当に、番長見たいですか、番長見に行きましょう。百裂なかなか当たらないですね、本当にでもね、いや、はい、当たらないですね、はい、鶴見は寝台付き始め入れ替えだよねって言われてますね、そうですね、そうですね、はい、左がオカルト店長、右が、東大阪店のノリノリ店長の2人でね、北斗百裂打ってるという状況になってます。鶴見行ってみたいけど場所がよくわからんって言われてますよ、ほら、大仏さん、大仏さん喋るチャンス、はい、まあ、最寄りの駅は花店駅ですね、はい、はい、花店駅でも今鶴見駅からでも近くにあります。何線ですか、で花店駅って、花店駅これ何線ですか、 JR? JR ですね、 JR 花店、はい、JR 花店駅になってます、はい、で車で来られる場合は内館沿いに、はい、淀川の方に向かってもらったら、はい、淀川でしたっけ、淀川じゃないですよ、寝屋川ですね、寝屋川ですね、はい、寝屋川の方に向かっていただけたらはいということでね、はい、はい、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います、はい、お願いします、はい、関東だから行けねえやって、あ、関東なんだ、じゃあ関東の気候内でぜひ行ってみてください、そうですね、ここにもありますからね、はい、吹田なら前ほどがーって、あ、そうなんですね、あ、吹田もね、土曜日放送してますんでね、ぜひじゃあ遊びに来ていただいて、でもしね、気分が良ければ鶴見店や東大阪店の方にも遊びに、あ、鶴見店はいいです、東大阪店の方にぜひ遊びに、東大阪店の方にぜひ、ね、遊びに行って、明日寝台一緒日ですからね、遊びに来ていただければなというふうに思いますので、いや松浦さんもディスりますね、はい、明日寝台一緒日ですからね、東大阪店の方にぜひ遊びに来ていただければなと思いますので、いやいやいや、よろしくお願いいたします。松浦さん来ましたよ、はい、これ当たったんじゃないですか、来た、ね、挑発4回目、おお、あー、5回行きましたね、おお、激アツですね、激アツ、これは行ったっしょ、保留、緑色チェンジから緑保留、なんかね、ヒゲのおっちゃんバチバチ倒してました今あ、これでそっからリーチ、あー、ここで発展するわけですね、これは来たっしょ、あー、ラオウですね、あ、ラオウ、タイトルは白色のまんま、そうですね、さあ、トキ VS ラオウですが、前作なら矛盾だな、ざわざわって言われてますけど、どうですかね、これ当たったっしょ、さあ、トキがラオウを超えることができるかというところですが、
さあかわして、おお蹴り、おお転生百列、プッシュプッシュプッシュ、これはいただきでしょう、プッシュバチン、キリン柄、あー来ましたね、キリン柄、キリン柄、キリン柄カットイン、ちょっとね見にくくて申し訳ないです、キリン柄カットイン来ましたね、あざす、あー見事、おめでとうございます、いやちょっと時間かかりましたけどね、そうですね結構はまりましたけどね、129、こんなに苦労するとは、見事、まあここからっしょ、そうですねここから ST 突入ということで、さすがですね、おめでとうございます。あざっす。初回の数字揃いは全て16ラウンドでしたっけ？あれ俺違う間違ってました。1回目は全部16ですね。ですよね。はい。っていう仕様ですよね。ということで16ラウンドからスタートという形でなりますね。ゲット。さあ大当たり、こちらもね、今回の北斗もあの前回の北斗と同じように、高速消化、特殊なアタッカーとなっているんですね、そうですね、はい、これがあるからやっぱサクサク出始めた時は進んで、そうですね消化は本当に早いイメージですね、さあオカルト店長も頑張って当ててくださいね、オカルト店長またちょっと画面と被っちゃってるんで、はいそんな感じであの店長のあのノリノリ店長の台見過ぎですんでお願いしますね。いや松浦さん、はい松浦さん、はい、さっきオーリング説明したでしょ、オーリング、オーリング、はい、この台ね、はい、やっぱ抜けないですもん、さっき、いやいや抜ける抜けない自分の力加減でしょって言われてましたけど、そうじゃないんですか、いやそうじゃないです、そうじゃない、そうではない、そうではないとか言ってますけど、いややっぱこの台抜けますもんこれ、ああそうなんですか、ダメな台ですか、ダメな台ですか、ダメな台でも当て、あった1回ぐらい当てるでしょ、まあ10分おきぐらいにオーリングしますんで、10分おきぐらいにオーリングうぜえ超うぜえ、あー大変ですね、あ鶴見マイホーって言われてますね、どうもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あ大仏さん俺見てなかったんですけど目押しミスってます、なんか目押しミスってるぞっていっぱい言われてますけど、なんかあ目押し大丈夫ですよ、一応ちょっと変速落ちとかもね、あそうなんですか、おい目押しって言われてます、目押し1回につきガムテープかーって言われてますけどね重い、はい、あこれですね、こういうあのチャンス目とか来た時に、はい、まあ、逆押しで青7を狙ってもらうと、なるほど、青7否定でこれチャンス目ですね、今ベル揃いましたけど、なるほど、チャンス目の、枚数を獲得したという感じです、なるほど、あざっす、さあ30、はい、そうですね、これ外したら罰ゲームと言われましたけど見事店長ね、ノリノリ店長ーボーナスゲットということでおめでとうございま す、はい、キリンかなということで、そうですね完全にキリン柄来ましたね、これは覇者でも外さんって言われてますね、あこれマックスって言われてますけど、寝台の北斗の拳5100列ということで229分の1、ライトミドルって言っていいんですかね、確率の機会になっております、はいオカルト特訓って言われてますけどね、いやー本当オカルト店長ちょっと特訓した方がいいんじゃないですか、鼻 鼻にからし入れるとか特訓した方がいい、いやあれはあれはダメです、えはい、いやあれはね、あれはダメ、あれはダメ、ああそうなんですか、あれはダメ、あれするぐらいだったら僕整形します、意味がよくわかんない、それの方がねオカルト的にいいと思いますよ、はい、あれするぐらいだったら整形する、そうですね、よく意味がわかんない、おお入ってますね、おめでとうございます、128回の ST わずか6回転で素晴らしい、七図柄でヒット、さすが鬼の引き、ノリノリ店長、いやこんなふざけた番組の中でもねきっちり仕事をするっていうわけですよね、やっぱりね、いや本当にね、はい、やっぱりできる男は違いますね本当にね、それに比べて隣のオカルト店長はオーリングオーリングとかね、いや、はい、わけわかんないことばっかり言ってますけど全然当たらないということで、いや僕ね、はい、わかりました、何ですか、全ての結構総合的にやっぱ考えたときにですね、はい、やっぱオカルト的に考えて、はい、何が一番ダメかで考えたときにですね、はい、やっぱ松浦さんがダメなんじゃないか、おっと、まあ、確かにそれはありますね、松浦さん完全に八つ当たりですねそれ、それはありますそれはありますって誰で言ってるの、それはあります、だいぶ、いやこれはね、だいぶおかしいだろう、
ゼロアタッカーにするのは ST 短くていいよってありますよ。そうですよね、フリーメイソンがどうのこうの言ってたもんねって。いや本当にオーリングはあるよ。ああそうなんだ。あ、ご理解のある方で。あります、ね、あ、オーリング、ね、知ってる方ですか、はい、さあ ST よくあれで乗ったなって。ノリノリ店長2ブロックってありますけど、ノリノリ店長髪型2ブロックなんですか。いやこれね、はい、話せば長くなるんですが、はい、あの私もう10年以上ですね、はい、セルフカットしております、ね、そうなんですか。自分で髪の毛切ってるんですよ。全然分かんなかったですけど。あ、そうですか。まあ、爽やかに耳をこう出して出してやってるとジョリッといきまして、はいはいはい、あ、やべえちょっといっちゃったみたいな、はい。まあ、そこに合わせるためにこう右左右左と順番に切っていくと、あ、はい、まあ、世間いっぱいに2ブロックと言われる髪型が出来上がったわけです。なるほど。ちょっと確かにそう言われればちょっと2ブロックっぽい髪型ね、なってますけどね。どうして2ブロックは生まれたんだなっていうのは、ね、なるほど、わかりましたけど。なるほど。特訓はよってありますけど、特訓は大仏さん的には今特訓は、そうなんですよ、ちょっとエナジーが溜まりすぎて、そうですね、もう200ゲームぐらい乗っちゃってるんですよ。すごいですね、はい、じゃあもう今日は特訓なしですね。そうですね。それ残っ体の残ったガムテープはどうするんですか。これあのね、はい、この収録が終わった後に自分で剥がします、はい、あ、はい、あ、ということはじゃあ最後エンディングでね、あのノリノリ店長からね最後反省会ということで一気に剥がしていただくということでねお願いいたします。いやいやいや、展開的に僕かなり頑張ってる方やと思いますよ。いやいやいや、何の話ですか、番組的にの話ですよ、番組的に。なるほどですね、はい、それを言われるとグーの音も出ないですね、はい、お願いいたしますということでね、今日も2時間くらいやんのってやってますけど、はい、2時までね、はい、あと1時間ありますんでね、頑張って打っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。さすが真面目店長って言われてますね。今回もボーナス中100列券あるのって言われてますけど、100列券ありますよね、ボーナスでもね。ボーナス中100列券って何、はい、あ、ボーナス中の100列券ってありませんでしたっけ。ボーナス中の100列券ですか。はい、それはですね、はい、分かりません分かりませんということでね、あれなかったかな、保留連のやつですね、多分だったと思いますけどね。ああ、はい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 、ちょっとあるんじゃないですかね、次出しましょう、はい、そうですね、ぜひ出していただければと思います、はい、大仏の頑張りって焦ってるぞオカルト店長って言われてますけどね。あ、いや、はい、僕も当ててますよ。え、いや僕当ててますよ。本当ですか。いや当ててます当ててます。いや100列ゾーンってあれでしょ。いやなんかね、はい、小当たりですよ。77回のね、はい、確変に入ってます、ね、お、入ってる、お、入ってる、あ、小当たりじゃん、入ってます、お、はい、ちょっとあのオカルト店長画面完全に被ってるんでちょっと体かな、そうそう、そんな感じでお願いします。お、確変引いてるんですか。いや、引いてますよ、なんか右打ちなってますからね、確変ね、なんかちょっと一言言っていただければいいんですけど、本当にね、はい、もうなんかね、もう反省会っす、はい、いや完全反省会ですねこれね、はい、はい、お願いします。いや楽しい、自分で切る人いるよなって言われてね、いや自分で切るのって難しくないですか、ノリノリ店長。いやね、はい、皆さんもご経験あると思うんですけれども、はい、まあ、床屋さん、はい、美容院、はい、行って、はい、鏡見せられて、はい、こんな感じでいいですかって言われて、はい、すっげえ気に入らん感じに仕上がってるけど、はい、それ言えないみたいな。あ、まあ言えないですね、私そういう、そういうタイプなんで、はい、もうそれで我慢するぐらいなら自分で失敗して嫌な思いした方がいいかな。いやいや、でもなかなかちょっと失敗した時後戻りできないじゃないですか、髪切っ一回切っちゃうと。そうなんですよね、はい、まあ、そのスリルを楽しんでるわけですよね。スリルを楽しむ。いやよくわかんない、本当よくわかんない人ばっかりですけどね、キコーナってね、すごい会社ですけどね、本当にね。ああ、そうなんだ。まあね、うまくいってるっていうか、俺最初ね、ノリノリ店長の髪見ても全然自分で切ってるようには見えなかったんで。いや、皆さんぜひ試してください、これ案外できるもんね。あー、なるほど、やってみれば案外いけるもん。いやいやいや、なるほど、実はやってみればできたりするって感じですかね。I字カミソリが おすすめです。 I 字カミソリ、 I 字カミソリ、はい、へぇ、 T字じゃなくて、あー、なるほど、一直線になったやつね、まっすぐのやつ、はい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 、はい、あれでこうちょっと削いでいくような感じですか。そうそうそう、あー、なるほどね、3本入り100均で売ってます、ね、なるほど、あ、それでやってるんですか。そうですね、へぇ、見事に髪がバシバシになりますよね。あー、なんか痛みそうな気はしますけどね、切り口からね、なんかね、まあ、男はね、痛んでもね、別に大したことないんでね。そうそうそう、はい、男気ですね、さすがね、ノリで、はい、ノリノリということでね、周りの人は自分ほど
しっかり自分のこと見てくれてないですから大丈夫です。あ、まあ、確かにそれは、ね、なんてこと言うんですか。いやそれは多分なんかねありますよ本当に。いや本当にそうです、はい、寂しすぎますよ。いやなんか俺一回あれですよ、靴を右と左全然違う靴履いてたんですけど誰一人突っ込んでくれなかったこととかありますからね。いやそれ見られてなさすぎでした。いやいや本当に意外と分かんないもんだなと思いましたからね。そういうのもんですよね。みんなそんなに興味ないんで。いや本当にそうです。いや本当にその通り。いや本当にそうなんですよ。だいぶ調子いいねって言われてますね。調子いいですよ、かなり乗ってますね、結構ね。乗ってます、やっぱね、番長はいいですね。まだ続いてんすか、そっち。いや、全然続いてますね。全然続いてます、はい。残りゲーム数いくらですか。え、今ちょっとボーナス中なんであれなんですけども。あ、わかんないですね。250はあります。250、はい、いやー、すさまじく乗ってますけど、はい、大仏乗せすぎて特訓企画失敗って言われてますね。いやいやいや、はい、もうあのさすがにね、訓練してる僕といえども、はい、あれ以上特訓したらちょっと生命の危険がね、あるんで。何ひよったこと言ってるんですか。いやいやいや、頑張りましょうよ。言ってるよりね、ちょっと危ないんで、はい、いやいや、ノリノリ店長はほら、はい、やるんだったらとことんやれって言ってたじゃないですか。そうですね。そういう教えなわけでしょ。そうですね、はいはい、死んでみろということで。そうですね、死ぬ危ないですよ。死んでみろ。いや死んでみろ、はい、恐ろしい。いや今のは死ねって、はい、完全にパワハラでしたけど、そのぐらいの気持ちでいろということですからね。、はい、いやすさまじい。東大阪は出てるって言われてますけど、東大阪はまあ出てる出てないっていう話がねちょっとなかなかできないんですけど、まあ、店長はほらもうこういう人ですから、もう気合はねもう常に十分にね気合満点ということで、ノリとね、はい、ノリノリとね、はい、気合ということで、明日信頼初日ということで、そうですぜひね遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、鶴見店はこんな感じなんで別に遊びに来なくてもいいです。いや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 、はい、来てください来てください。はい、お願いします。いや松浦さん、はい、何ですか。いやオカルト的にダメですね松浦さん。オカルト的に松浦がダメです。まあ、今のはダメですね。今のオカルト的にダメです、ね。はい、オカルト的にダメってどういう意味ダメですね。意味がちょっとよくわかんないですけど、ちなみに今日はどっちの店がよく出してたって言われてますけど、どうなんですかね。今日と言いますか15日、はいはい、東大阪店定休日やったんで。ああそっかそっか、じゃあね残念ながら、はい、今日がどうこうってわけではないですけど、まあ出てる出てないの話は、ね、なかなか難しいっていうのはさっきも言ったんですけど、あれですか、店長同士で結構他のお店の稼働とかをこう意識したりするのはありますか。 ありますよ。ああそうなんですか。もちろん。なるほど。まあ、いろんな法人さんがパチンコ店やられてますけれども、はいはい、まあ、うちのグループの中じゃこの店長同士もやっぱりライバル視しながらやってますんで、はい、なるほど、負けたないとかね。なるほどね、まあ、やるからにはね、はい、しかも元部下が今店長でやってたりするとなるとね、ちょっとそれは意識はしますよね。そうですね。ただ私の場合ちょっと特殊なんですけどね、はい、この鶴見店に対する思い入れも強いんで。あ、なるほど。お客様もねお顔してる方もたくさんいらっしゃいますし、なるほどなるほど、まあ双方盛り上がればみたいな。なるほどね、っていう感じだということでね、ぜひね、東大阪店鶴見店ともどもね、遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、はい、今のおかずに良かったですよ、松田。あ、そうですか、今の良かったです。良かった良かった、はい、その調子で続いてください。はい、わかりました。最後締めようとするけど全然締まないよ。あ、お客様のコメントでは鶴見より出てるってねいうふうに書き込んでいただいている方もいらっしゃいますけどね、はい、鶴見ダメなのかって言われてますけど、まあ、その両方をねこう比べるように楽しんでくれたらなんかまた面白いなと思いますね。あ、そういいかもしれないですね。はい、はい、で両方の、ね、店長の顔を思い浮かべながら、ね、店を、ね、こう見ていただければ、はい、面白いんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、よく7揃いで200乗ったのは 0.8% なのにということで、7揃いで200乗ったんですか。すみません、俺全然見てなかったんですけど。そんな薄いとこ引いたんですか。いや違います、一撃ではないですね。あ、一撃ではない。はい、弱っちゃいで50とかそっち系を結構ポコ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 けて、はい、大仏2代目行こうって言われてますよ。2代目、はい、2代目ですか。はい、今さらいただき放送してもね、よし2代目行こうとかって言われてますけどね。いやもう僕自身ちょっとバンプは楽しくなってきてるんで、ね、ああもう完全に見てる人は知りませんと、はい、俺が楽しいために放送するというね。まあ言うてでも、はい、あと5台ありますからね。そうですね、はい、はい、今全部で6台ありますから放送ということでね。はい、はい、今全員当たってるのかということで。そうですね、北斗も今当たってるっていう。あのですね、状況ですか。あれよろしいですか、はい、現場の松浦さん。はい、どうぞ。こちら北斗の拳ブースなんですが、はい、お願いいたします。見事にですね、はい、あれ、あれ、あれ、乗り点が2連、はい、あれ、岡点スルーという。うわー、やっちゃい、やらかしてる系ですね。
なんで大仏拍手してんだよ。これはやってもうたで、あやっちゃいましたね。これはやってもうた。いやなんかね、6回転目で早速ね当てて幸先のいいスタートかなと思ったら見事2連で終了ということで、いや初当たり重かった上にこれはね、いや負けパターンですねこれね。大仏あと頼む。はい、任せてください。大仏に投げるのもどうかと思いますけどね。、はい、やはりね、はい、あの自分の力がね、はい、一番です。あそうなんですか。はい、物語ってますよね、感動に。いや2人の店長をね差し置いて俺が一番だというね、はい、一番調子いいですからうちの番長。番長ね、もう番長確かにね、はい、これかなり調子良さそうですけどね、はいはい、さらっと弁当こぼすなって言われてますけど、こぼすんですか。見てましたね、ありがとうございます。特訓ないなら目押しミスでって言われてますんでね、じゃあ次目押しミスしたらあのガムテープちょっと剥いでいただく感じでね。いやもうそんなんすよ、僕しないですよ、普通にそんな目押しミスなんてしないですよ。いやね、あの目押しミスしたのを発見されたらね、すぐにねコメントで通報していただければなと思いますね。よろしくお願いいたします。くそ気が抜けない、はい、大仏今どのくらい続いてるのって言われてますけど、ちょっと待ってくださいね、もうすぐ、はい、あ出ますよ、出ますね、はい、そこで多分見れますね。結構乗っけてますから ねだいぶ続いてますよね、はい、天国ループっぽいのもしてますから、っぽい感じですけどね雰囲気的にはね、はい、かなりこれはこれ楽しいな。さ10乗っけて、ラスト217ゲーム、ね、217、はい、トータルで300そうですね以上、はい、のやってる感じですかね。これは面白い、バンチョ面白い、夢ってあれいいよ番長そのままでこう店長が役立たないから、はい、店長軍団も頑張ってくださいね本当にね、はい、お願いしますよ。きつい展開がきつい、あーねあーちょっと残念な展開になってますけどね、やっぱエナジーの差ですね。ごめん100列の確率教えてって言われてるんですけども、229.15分の1と記載されてますねいう確率になっております。通報 OK って言われますね。次天国いないで当たったらミサオでヨロって言われてますね。ミサオビッグで、ミサオビッグで、ああ、ね、了解いたしました、はい、お任せください。もう言うてループするんでね、すぐ来るんじゃないですか。本当ですか。はい、そんな気しますけどね。まあなんかいいところに入ってる感じはしますよね、はい、確かにね、残念ながら悔しいんですけど、北斗の100列の確率3回言ってってことで、あのダイブさん聞いてましたか今の100列の確率、はい、100列の確率100列の確率ね、100列の確率の 229.15 分の1、はい、それを早口で3回言ってください。3、2、1、どうぞ。 229.15 分の1、 229.15 分の1、 229.15 分の1、ほら、おいや、おーじゃねえし、何それ。いやいや言えちゃってどうすんの。ねえ、そこちょっと番組的にはね。いやいやいや皆さん、ね、空気読め、それ失敗してガムテープ剥がされる場所でしょ今のね、明らかね。僕は今日はもうこれもう守りに来た、ね、言えてどうするって、ほらよく言えましたって言われても言えてどうするって、ほんとね、ノリノリ店長大丈夫ですか。この教育がちょっとなってないんじゃないですか本当に。いや今日はちょっと反省会長引きそうですね。これ絶対長いロング反省会ですね今日ね。いや久々ですね、それは普通に言えちゃってますからね、本当に、はい、もう問答無用です、もう完全に別に難しくもないけどねって言われます。あ、はい、こぼしたって言われましたよ。こぼした？あ、見てたか！こぼした？すいません、見てなかった。あ、こぼした、弁当こぼした。弁当こぼしました。あ、じゃあ、こぼしたこぼしたって言われますね。あ、じゃあ、ペカドロボさんお願いします。ペカドロボさん来ていただきます、お願いします。さあ残念ながらね、あー来ましたねペカドロボさん、早いですね。いやちょっとね、対決の連続演出入ってちょっと油断してたんですよね、はい、いやー、はい、弁当こぼしたということで、なるほどね、はい、じゃあねペカドロボさんにまたカメラちょっと引いていただいて、もう言うてね、でも僕ね、はい、3回の、はい、3回で終わると思ってたんでね、はい、あの特訓を用意してないんですよ。え、いや特訓はいらないですよ。あのあれ画面が切れちゃったね。あ、なるほどですね、ガムテープは剥がすだけです。そうですね。いや、いいんですかそんなぬるいので。はい、いいですよ。あ、ちょっとねペカドロボさん、はい、すいません、そっちのなんか線が外れちゃったみたいで、そこのドル箱のカメラを寄せていただいてもいいですか。動きますね今日ペカドロボさん、はい、もう撮る側も撮られる側もできますからね、はい、ペカドロボさん。あ、そうですね、それでお願いいたします。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。で、ちょっと
ライブさんちょっとつないでていただいてもよろしいですか。はい、お任せください。言うてね、ガムテープ入れてこいつ、このすね毛の部分が残ってるんで、これ非常に危ないって言うから相当やるか。番長ね、はい、当時には番長が6台ありますんで、今時ね、まだ番長をこうやって現役でガンガン回せる店ってあんまないと思うんですよ。だからぜひともね、この放送見た皆さんはあのレトロの台を探しにこの店舗に来てくださいぜひね、ぶっ回しちゃってください。だいぶさん、マジな感じで言ってるんですね。はい、もうあの今あの告知タイムです。あ、そう、はい、しっかりとあの台のね、案内をしたいと思います。はい、番長ね、北斗もあります、何でもありますからね。はい、はい、すいません、お待たせしました。ちょっとね、はい、カメラトラブってましたけども、じゃあ次は足を行くということでね、はい、罰ゲーム、目押し、あ、マジですか、スイカをこぼした、あ、罰ゲームということでね、重すぎる、目押しの罰が重すぎますね、はい、はい、どの辺行きますか。あー、スネ行きますか。はい、スネをね、まあ、言うてね、さっきまでは、はい、あの特訓プラスガム手だったんで、はい、まあ、あの僕自身も、はい、ちょっとあのギリギリの段階もありましたけど、はい、ガム手だけだったら本当に余裕。ガム手あと何枚の貼ってあるんですか、体中に。あと1、2、3、4、いてるって待ってなんでやねん、いって、それは痛い、やばいやばいやばい、これこれいってー、ちょっとなんか野ウサギみたいになってる。おめでとうございます。うわ、めっちゃ抜けてるし、これほんまやばいっすよ。キモーって言われてる、はい、どうですか皆さん、あん、これだけ抜けても、はい、まだ平然と喋れる、はい、これも相当ね、特訓積んでるおかげです。あ、そうなんですか。はい、いや、よくわかんないですけど、もう今のでさらにあのこの ART 入ってるのにもかかわらず、はい、さらにエナジー溜まっていってますからね。はい、これも相当すごい状態になってますよ。めちゃくちゃ痛そうですけどね。はい、あ、じゃあちょっとカメラまた台の戻してもらってもよろしいですか。こっちですか。はい。行きます。はい。あれ、あれ、また切れちゃったな画面が。ちょっと調子悪いみたいですね。申し訳ないです。はい。じゃあそれで、はい、はい、お願いいたします。じゃあね、再びまた次もこぼしたらガムテですからね。なるほどですね。はい、頑張っていただいて、了解いたしました。お願いいたします。守りに行きます。はい。見てなかったらもう一回してくださいって言われてそれもう誰ですか、常連でしょそれ。感じ何ですかね、よくわかんない、常連の前ですよ。お願いします。ちょっとカメラリール見えんってことね。そうですね、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、戻しましたね。はい、ありがとうございます。リール別に見えなくて大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、はい、はい、完全にね、リールが一番重要ですよね。完全ね、はい、目的を見失ってるね。お願いします。さあ、ということでね、本日、キコーナチャンネル水曜鶴見&東大阪店のコラボレーション放送鶴見の自由すぎる配信ということで何そんなところに、そんなところに置いていくの。鶴見の自由すぎる配信、番長2で特訓に入るたびに本当に特訓してしまう配信 with 北斗百裂ということでね、相変わらず本当に自由な感じでお送りしております。じゃあそろそろ絶頂か、長番寄ろうって言われてますね。絶頂行こうって言われてますけど、はい、行きたいですね。今日の展開だったらいけるんじゃないですか、絶頂長番ね。ぜひ引いていただいて。あ、こっちゃ、お、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。はい、聞こえてますか。はい、はい、そうですね、まああの展、前兆中に、はい、自力解除でしたっけ、はい、確か全然あり得るレベルだと思いますよ。なるほど。さあ、北斗どうですか、なんかざわついてますけども。ノリノリ店長、今オカルト店長の方が、はい、2次連つんですかね、これ、はい、何連目、3連、もう疑似さんで、ラオの図柄ですね。オカルト店長、すいません、若干体またちょっと離していただいて、あ、それですね、それぐらいでお願いしますさあ、サンズ柄でリーチ。お、オカルト店長も役物動いてますけども。そうですね、はい、さあ、どうでしょうか。
オカルト店長若干体離していただく感じでお願いします。はい、申し訳ないです、お願いします。はい、さあオカルト店長ハート様ですね。お、こっちはバーサスラオ、あ、熱いですね。お、熱い、こっちはハート様ですね、これ。そうですね、百裂の熱いリーチ外したらガム手剥がすなんて指摘って言われますけどね。なんで僕が今それ被害者僕ですよ、ね、ね、これはね、熱いリーチと言えるリーチじゃないですかね。そうですね、お、転生、無双転生、無双転生、これは熱い、キャラ総集合、すごい、この動きはトキってやつですね、いわゆる。おー、キリンガラーカットイン、ゲンガーカットイン、うえい、これは来たっしょ。あ、チーって言われますね。あー、見事おざっす、おめでとうございます。抜けてからわずか50回転少々、素晴らしい、すげえ。今日100列で 80K 行かれたって言われて、ね、しますけどね、まあ、なかなかえぐい機会ではあるのかなってね、確率だけ見ると結構、まあ、甘そうには見えますけどもね、爆発力も結構ありますんでね。ですね、やっぱ出玉はやっぱりこの確率にしてはめっちゃ多いんで、そうですね、16ラウンドポコモと引ければ、そうですね、はい、結構出玉感偏ったりする形も、ね、なりますけどもね。無事にこれでまた ST を見せれる、はい、お願いいたします。よかった、ロゴキリンとか余裕と、そうなんだ。でも、まあ、今回はね、見事キリン柄でズバッと当てていただきました。素晴らしい、はい、これって放送用に当たりやすくなったりするのって言われますけど、全然そんなことないですよ、はい、完全にお店に、ね、設置してある機種を営業終了後に試打しているというような状況になってますね。ガチンコっすね、はい、ガチンコでやらせていただいておりますチッて下打ちしてるやついますけどね、はい、店長ボタンあるよって、店長ボタンあったらとっくに押してるよ、本当に。いや、本当やね、もうエナジーとかオカルトとか言わずに済みますからね。いやいや、本当にそんなね、はい、意味わかんないね、はい、乳首洗濯バサミとかやらないから、はい、店長ボタンあるんだったら。まあでも実際それをやることによって当たりやすくなってるのは事実ですからいや、そうなんですか、皆さんもお家でやるべきですね、店長洗濯バサミ、はい、あ、まあ周りから白い目で、ね、見られるんでね、気をつけてやっていただければなと思いますけどね。あのジャグラーペコらせる放送好きだったんだけど、もう一回やってよって言われてますよ。あ、リクエスト来ました。ヘビーユーザーですね、はい、あ、第何回、第2回でしたっけ、ジャグラーペコらせる放送ね。ジャグラーは第、2回です ね2回放送ね、はい、ジャグラー全ペカ目指してね、頑張る放送ありましたけどもね、はい、そうですね、はい、あの時僕は不利な状況になりながらも、はい、結局大仏さんがあの、はい、ハードリー宮川に行かれたっていうね。そうですね、僕ね、あれはね、完全にあれオカルトで勝ちましたよ、あれは本当オカルト好きなんですね、店長ね。さっき何気に、はい、あの大仏が、はい、オカルトとかエナジーとか言って、あの新しいジャンルを確立してきたと思って、そうですね、イラッとしてたんです。そうですね、いやエナジーエナジーね、今日のキーワードエナジーそうですね、はい、エナジーを貯めて当てるという、いやー、本当ね、はい、そういうの低い意味でオカルトって言うんでしょって感じがしますけどね、はい、おい、これじゃあ通報できないぞって言われますけど、右半分番長半分百列にしないよって言われてるんですけどね、ちょっとね、今日はね、技術的にそれができないんでね、申し訳ないんですけど、こういうちっちゃい感じでね、はい、あ、オカルト店長の台移さないんでいいんだったらできるんですけどね、どうしますか、本当に。あー、そうですね、はい、もうノリノリ店長だけの移せばね、それ、あ、そうですね、はい、当たったら言います、はい、当たんないでしょ、はい、もう、いやいやいや、え、いやー、オーリングとかやってる、今の一言が多分ね、映さなくていいよって言われてほら言われてるし、ちゃんとほら、いやー、そこはね、否定できない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 、今日の引きだと否定できない、今日の引きではね、否定ができない、はい、店長ボタンってマジあんの言わないと思うけどって言われてますけど、どうしますかね、店長ボタンないよって俺が言ってもまああれなんで、じゃあノリノリ店長、いわゆるこれなんかね、遠隔とかって相変わらずね、こういうことをこうあるんじゃないかっていうふうに思ってらっしゃる方結構多いと思うんで、なんか、うわーとか言ってるうちに当たりましたけど、おお、素晴らしい店長ボタン、はあ、そうなっちゃいますそれ、そうなっちゃいます、素晴らしい、おめでとうございます。
それね、はい、その遠隔がどうとか ね、そういうね、どう説明したら分かっていただけるのか。いやー、本当その通りなんですけどね。まあよく一般的に言われるのは、遠隔とかでこう当たりと外れとかがあのできる、制御できるのであれば、あ、これだ、やばいな、やめとくことかな、なんかね、いろいろ難しい問題とかね、あるんですけど、喋りにくいですからね。そうそうそう、喋りにくい問題なんですけど、まあ、ないと断言しましょう、はい、ない。あったらこんなに苦労しないよっていうね、そりゃそうです、はい、感じですよね、はい、お店としてもね。乱世モード継続ということは あるんだって、あ、ないって言ってんじゃないか、左の人かぶってるって言われてますよ、お願いしますね。このラオウの演出好きって、玉減らしのカウンターはあるんでしょ。あ、それはなんかね、あの噂では聞いたことありますね。あのいわゆる Z カウンターで、あの玉を減らすようなカウンターにしてて、こっそりね減らしたりするっていうことを、悪いことをしてるお店があるっていうのは聞いたことあるんですけど、今はなんかね、知ってますか、有機産業健全化推進機構っていうね、第三者機関があってですね、そこがですね、日本中のパチンコホールを随時無通知、いわゆる完全抜き打ちで、あの全てチェックに入ってるんですよ。うん、でやってますね、はい、そういえば。で、あの台とかも調べたりとかですね、あとジェットカウンターも全部調べてですね、不正があるとすぐ通報するというシステムができてまして、あの、いや本当にいつ来るかとかね、どこに来るかとかって全然わかんないような状況で抜き打ち全てチェックしてるような状況ですんで、お店としてもね、相当リスクが高いというような感じになってますんでね、だいぶ業界のね、健全化も進んできたのかなというような感じになっておりますね。はい、ぜひね、その辺のね、ことを知っておいていただければなというふうに思いますね。でも店長2人店長打ってるってことは何ボタンなの、大仏教えてって、店長が打てたら店長ボタン誰が押すのみたいな話になってますけどね。まあそれはね、オカルトボタンがね発動してるんだなと思いますけど、ね、上で待機してるわあいつく、はい、あーなるほどカードゲーボタンがカードゲーボタンが押されるということですか、恐ろしいですね。来たこれ、あざおめでとうございます。ボタンがブル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 してますね。ブル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 。素晴らしい。まあないというわなって言って、だからない、まあね、ゼロではないんですよ。確かにね、遠隔やって捕まったっていうお店がね、ニュースになったりすることはあるんで、ゼロではないんですけども、お店としてはね、相当リスクが高い行為というふうにね、思っていただければなと思います。今、法律が変わってですね、1店舗そういうね、不正行為で、捕まると、全店舗営業停止、営業許可取り消しっていうね、形になりましたので、まあなんかね、自爆的にねやって一瞬稼いでそれでいいって思ってるお店がねいるのであれば分からないですけど、基本的にはね、割がメリットよりもリスクの方が高いっていう形ですんでね、なっております。そうですね、はい。まあ、キコーナさんね、当然ね、もう結構大きな会社というか、ちゃんとした企業ですんでね、その辺の、はい、コンプライアンスというか、法令遵守の体制もね、かなり整ってると言っていいんじゃないかなというふうに思いますんでね、だからこそ苦労してるというかね、こうちゃんとね、こう広告の規制のね、広告宣伝規制とかもね、ちゃんとね、守ってね、はい、はい、言いたいけど言えないとかね、難しい問題もあるんですけどもね、法令遵守でやっておりますんでね、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。こんな感じでいいですか、ノリノリ店長。そうですね、はい、もうこれ以上の詳しい話になると、はい、言っちゃダメなことをバンバン言ってしまいそうな気もしてます、ね、いやまあ言いたくなりますよね、本当にね、分かってほしい、ね、一心でね。そうなんですよ、ホルコンって何って、ホルコンって何の略って言われますけど、これはホールコンピューターの略ですね、はい、ホールコンピューターの略ですね。これの話前もノリノリ店長としましたね、ホルコンの話 ね、はい、全部の台の、はい、お客様が打った球と、はい、機械から出てきた球を、はい、まあ、カウントして数値化してるっていうコンピューターです ね、はい、台を、ね、制御したりする機能は一切ないというか、基本的に台はですね、全て、情報は出てくるところはあるんですけど、情報を入れるところがないようにできてるんですよ ね、 そ、 うですね、はい、それもかなり、厳しく規制で決まってて、新たに情報を入れたりする部分が全部できないように法律で決まってるんですよ。だからスロット台もね、イヤホンつけろつけろっていう意見は毎回出るんですけども、イヤホンジャックをつけることができないというね感じなんですけども、うわ、あー素晴らしい、ちょっと乗ってきたんちゃいます、これ。何連目ですか、4連目、3連、3連、あ、次これで4連ですね。4連目おめでとうございます。おめでとうございます。
設備費もかかるし リスクもあるから得はないよねって、いや本当にそうなんですよね。リスクの方が今はね大きいという感じなんでね、うん、はい、YouTube でニュース動画あった海でボタンを押したら当たりって、まあまあだからそういうね、たまにゼロではないんですよ。そういうことやるお店もね、不届きなお店もあるんですけども、いつですかねそれ。いやもう何年か前にねそういう動画が確かにあったんですけどもね、でもやっぱり疑ってしまう店長だけが悪いことをしているとかとかってありますよね。まあ、もちろんね、すべてのお店がやってない、悪いことをやってないっていう、いうわけではないんですね。もしかしたらそういう悪いことをしてるお店もあるかもしれないですけども。そうですね。はい。キコナに関してはね。まあ、そういうイメージを、まあ、ちょっとでも払拭できればと思って、はい、いやそうですね。うちのグループじゃこうしてアホみたいに、こう、はい、店長がアホみたいなことをしてるわけですよ。いや本当にそうですね。はい。そうですね。はい。あれそんな悪いことしてたとしたらこんな動画とか絶対出ないです。まあまあね、生放送ですよね。生放送、はい、悪いことしてるか、ボーリングを熱弁しない。熱弁しないです。そうです、練習できないんでね。はい。まあね、キコーナーのイメージはね、本当にね、悪いことしてるイメージよりはね、バカなことばっかりしてるイメージという感じでね、はい、楽しんでると言ってください。そうですね。見ていただければなと思いますね。はい、番長、あと何ゲームって言われてますけど、あと何ゲームですか。あとね、はい、14ゲーム。14ゲーム、おだいぶ来ましたね。もしかしたらまたここから通常戻ってまた特訓へってありえますからね。なるほど。なんとか、なんとかして乗っけたいんですけどね。うわっ、お見事、乗ってきましたね、ノリノリ店長。これすごいシレット当たるんですね。いやー、素晴らしい。テンパイからケンシロウウオでそのまま当たりましたね。素晴らしいですね。16回転あっさり16ラウンドゲットということで、綺麗な姉ちゃんばっかり当たるのはなぜですよ。これはもうちょっとオカルトの息入ってますけどね。それはね、はい、綺麗なお姉ちゃんの方ばっかり見てるから。あ、なるほど、よく当たってるところ見てるんだと思うんですよね。なるほどなるほど、それはね、おぎかないおっさんの方はあんまり見ないですかね。おっさんが当たってる風景もそんなに目撃できないということですよね。そうですそうです。あ、そうですね。いや何も知らないおばちゃんって、おばあちゃんってイメージが強いかなって言ってますけどね。ボールコンピューター、そうですね、来ましたよ。ラスト4ゲームで後のせ220ゲーム。おお、素晴らしい。マジで面白いな番長。おお、220ゲット、素晴らしい。後のせで、すげえ後のせですね。そんなに潜らしてたの。わあ、ほんで今マチコ先生来たんで、これ天国あります。いやー今日はもう終わらないですね。じゃあね、すげーっすね。はい、私はやっぱりあの長いこと置かれてるだけありますね。こぼしごとだなって言われてます。こぼしごとって言われますけどね。そんなことがあるの。あのね、やってみてください、はい、損しかしない。本当に当たり前ですけどね、はいはい、地味にも減っていくっていうね。こいつ今何本負けてるとか分かるのかって言われてますけど、ホールコンピューターってあれですか、吸い込み額は出ますよね。あのですね、はい、今のこのお店のシステムだと、はい、このお客様がどうとかっていうところまでは集計できないんですよね。まあ、分からないということですよね。うん、単純に台が今どういう状況であるかっていうデータを集計しているという感じですね。そうですね、はい、業界誌とかにはもう載ってるんで、はい、公にして大丈夫なんですけど、はい、まあ、一部の、メーカーさんからは、はい、あのいわゆる顔認証ってやつですね、はい、まあ、あれは発売されてるのかなんかっていう話だったので、はい、今後はそういうふうにも分析はできると、はい、いうふうには聞いてますけど。そうですね、まあ、それだったらまたよからぬ噂がいっぱい立つんだろうなというのが、ね、絶対そうですね、はい、懸念されますよね、はい。いや俺も顔認証を作ってるメーカーの人とちょっと話しさせていただく機会とかがあったんですけど、はい、あのまあ、かなりその辺やっぱりねちょっと気にされてまして、いや単純にマーケティングのツールとしてねこう使っていただくためのものなんで。そうなんですよね、はい、まあ、今まあ、知れた話ですけど、コンビニとかですね、大手のスーパーとかでも最初の入り口の監視カメラに全て顔認証システムが載っててですね、で顧客のこの人は上得意様だとかですね、この人は初めて来たお客様だみたいなデータをね全て集計しているっていう話なんですけども、まあ、それのパチンコバージョンみたいなのができるんじゃないかっていう話なんですけども。そうですね、はい、まあ、やっぱりちょっとねパチンコだとどうしてもねそれで遠隔みたいな感じで結びつけてしまう人も少なからずいるということで、難しいところですけどね。やっぱりそのお商売する、分析する上で、はい、
まあ、100人が1回ずつ打ったから100回の遊戯があったのか、はい、50人が2回ずつ打ったから100回の遊戯があったのか、はい、それやっぱ知りたい部分もあるんですよ ね、はい、それに対して僕らもできることあるかとかってやっぱり考えますので。そうですね、今のシステムではそれが分かんないんですよね。なるほど。まあね、まあぜひね、お店いろいろね、こう分からない部分ありますので、ね、まだこうやってね、質問していただければこういろいろお答えできる部分もあるのかなって感じですね。そうですね、はい、大概のことは普通にお答えできるかなと思います。そうですね、よくなんかインカムとかでね、こう喋っててなんか悪い相談してるんだろうとかって言われたりとかありませんでした？こうなんか、なんでお店のスタッフの人って全員イヤホンつけてあれで喋ってるんですかとかって、なんか昔ね、あれ絶対悪い相談してるんでしょとか言われましたけどね。インカムで言う一番多い内容といえば、はい、そうですね、やはりまあこうその各々決められた配置っていうのはやっぱあるんですけど、はいはい、やっぱり離れてしまうこととかあるんですよね、はい、こう交換とか、はい、トラブルとかで、はい、その時にその配置されてる、コースがやっぱガラ空きになってしまいますので、はい、お客様が呼び出した時にですね、なるほど、ちょっと、まあ、待たしてしまうということで、はい、まあ、インカムで、まあ自分の配置されているコースを、まあ、ここ交換なんで離れますみたいな感じで、まあ、連携を図るためですね、お客様のために。そうですね、そうですね、まあ、何でもその辺もね、よくわからないか、お客様から見ればね、何喋ってるのかね、気になるみたいな、ね、ことはよく言われるところではありますけどね、はい、メダル自分でホッパーエラーということでね言われます。エラーはセーフで直しましたね、今ね。そうですね、はい、あ、狩り持ってたんですね。そうですよ、前回からね、前回前々回と持ってなくてね、時間かかったんで今日もしっかり準備してきました。はい、自分で行きました、はいはい、誰だこの企画考えたやつって言われてますけど、これは大仏さん今日の。あ、そうですね、今回は僕の持ち込み企画ですね、はい、あ、ということでね、責任はすべて、はい、この今打ってる背中はね、裸で打ってるこの人間にあるということでね、はい、いやでもね、はい、結果残しますから、ちゃんと。え、こっちはね、いやいや、結果っていうのはそれ、はい、大の結果はどうでもよくて、番組ですよ、番組番組としてどうだったかっていう結果ですよね、ノリノリ店長ね。途中から特訓見せないっていうね。そういやもうめちゃくちゃ本当に。いやちょっとエナジーが溜まりすぎたんで、これもう本当これもうね、番組僕もお見せしたかったんですけど、やっぱりこの強力なエナジーの力をお見せできたんじゃないかなと。エナジーっていう単語詞にもちょっと無理が出てきてるので、ね、本人も気づいてるっていう。いや本当そうです。あ、やべえみたいな顔してますけどね。元店長が来てるから緊張してるのか、つるみらしい自由が見たいなって言われてますけどね。いや十分自由でしょ。十分でしょ。十分自由でしょ。そこまで言っていいんかい。顔認証はいつ始まるん。いやもう始まってるんですかね。お店によっては始まってるかもしれないですね。導入してるお店があるんかどうかがちょっと、ね、そうですね、わからないですけどね、はい、もしかしたら始まってるのかもしれないですけどね、はい、まあでも想像されてるようなものとは全然違うよっていうことだけはね、言っておきたい感じですかね。無理なんですよね、はい、無理ですし、やっても意味ないし、はい、そうリスクも高いしね、相当お金もかかるし、台もまたどんどん入れ替わっていくっていうことでね、考えていただければわかるんじゃないかなと思いますけどね。和骨キコーナチャンネル見て、キコーナの人たちの雰囲気好きになって、この前東大阪店行ったわってこと。あ、ほんまですか。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、キコーナチャンネル最高ということでね。そういう声が一つでもあれば、やっぱりね、はい、夜更かしする回もありますね。いや本当にそうですね、本当にありがたい、はい、ぜひね、お店に行ってね、キコーナチャンネル見てきましたよみたいな感じで言っていただくとね、よりこう店員さん喜びますんでね。はい、そうですね、はい、お願いいたします。ありがとうございます。店員オッツって言われてますけどね、店員さんなのかな、そんなことないでしょうね、お客さんだと思いたいって感じですけどね。だいぶ空気化してるけど一番活躍してるって言われてますね。はい、そうでしょ。いやー、はい、展開的にはね、だいぶさんまあまあ乗せて見せてますけどね、やっぱ努力しますからね、ちゃんとこっちは。え、自分の引きの力を高めるために特訓したりとか、はい、自己努力をね積み重ねてるんで、それこその結果ですよね。え、思い出したようにつなげようとする。いやー本当ね、番組のこともじゃあちょっと考えてくださいよって話ですよね、本当にね。それ、はい、そうですね、よかったですけど、ちょっと前半の方では意識になかったですね。チラチラこっち見んなって言われますけど、はい、大仏喋りだそうって。後藤を実際に見たことありますかって言われますけど、なんかあれですか、目の前で後藤行為されたこととかってあるんですか。誰かあります。私ないです、ね、プライベートでありますね。あ、プライベートである。あ、そうですか。学生時代でしたけどね。あ、昔、
まあね、ぜひね、強盗行為は犯罪ですんでね、はい、怖かった本当に。いやなんかね、いわゆるあんまり、よろしくない組織の人たちがねやってたりとかするっていうね噂もありますんでね、はい、終わっちゃいました。おっと終了ということで北斗終わりですね。なんだかんだ4箱ですね。なるほど、2発の初当たりで。鶴見は場所分からんから見つけたら行くわということで、ググってググったらググったらすぐ分かるから、はい、出てきますからね、はい、お車ですかね。お車だったらすぐ分かると思うんですけどね、はい、大阪の内環状線の、寝屋川を越えたあたりですねになってますんでね、駅でいうと JR 花店駅から徒歩10分ぐらいという形になってますので、ね、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、ネクストプラスワン OK ということでね言われてありますけど、ちょっとこれ前のコメントですね、すいません。鶴見番長何台って言われてますけど、番長は全部で何台ありますか。はい、2年すると番長6台ございます。6台、はい、ありますんでね、ぜひ遊びに来てください。番長打ちたかっただけだろうって言われてますよ。いやいやいや、バレた、はい、バレたバレた、ついにバレた、エナジー溜まりすぎって言われてでしょ。だからもう、はい、あの自宅とかでもやってもらってプライベートに行かせてくださいっていう動画です。あ、はい、なるほど ね、当たってないやつの遠吠えって言われてますけどね。いやちょっとオカルト店長、はいはい、じゃないですよ。どうしました松田さん。いやいや、何言ってる何を聞かれてるか分かってないんですか本当に大丈夫ですか。大丈夫ですよ。息してますか大丈夫です。百裂、オカルト店長の打ってる百裂、息してますか。いや、してます。もうね、はい、多分終了時間も多分近づいてきてるでしょう。そうです、あと4分ぐらいですね。だからね、空気読んでなるべく当てないようにしてます、ね。なるほどですね。空気読まなくていい、ね、読まなくて当てれるんだったら。だいぶ前から空気を読み始めてた。空気読みすぎだから。読みすぎだから空気。それはちょっと熱い。そうでもない。ラオウ。これはダメなやつですね。ああ、ダメなパターン。緑色カットインでした。あなかなか、まあ、確率ね、229甘い感じですけども、意外と厳しい感じですかね、オカルト店長に関して言うと。いや松尾さん大丈夫ですよ。何ですか店長、すいません、あの何回も言うんですけど完全に被ってるんで、ちょっとあの台、ああそうです、そんな感じでお願いします。あ、そうです、申し訳ない、忘れてまうんでね、はい、ちょっと6、7回目ぐらいですね、はい、なかなか台の大人が7回注意されないですけどね本当に完全にダダかぶりなんだよねあ、喋り噛まないしうまいねって言われてますよ。これ誰ですか。俺ですか。店長、大仏さん。ああ、僕は結構噛んでるんで僕じゃないです、ね、お、大仏さんではない、はい、ということでね、誰がうまいのかね、ぜひ教えていただけるとその人がね喜ぶという感じになります、ね、大仏しか喋ってないですけどね、はい、まあそうですね松浦昼間どこの店で働いてるのか気になるってことで、俺キコーナの人間じゃないんで昼間キコーナで働いてないですよはい、俺はねしがない生放送屋さんですんでね、はい、明日は大仏いるんって言われますけど、明日大仏さんいるんですか。鶴見店、明日は、はい、明日いますよ。え、なんかその不安そうな、不安そうというか木村がいますね、はい、あ、はい、あ、木村さんが大仏の中の人がいるということでね、中の人がいます。なるほど、わかりました、はい、まあ、正直百裂こけてるくね、あ、こけれてないって言われますけど、そんなことないですよね。お客様の支持率っていう意味ではどうですか、ノリノリ店長。 やっぱいいですよ。ああ、ノリノリ店長はね、まだあの明日、今日オープンですけどね。そうですね、はい、オープンしてみてって感じですけど、まあ、はい、よそのお店さんは動いてますね。鶴見でももう稼働化してますけど、今のところは調子いいですよね。はい、はい、調子いいです。絶好調ということで、はい、はい、ぜひね、遊びに打っていただければね、まだ打ってない方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますんでね、うん、新しい演出も多くてね、はい、普通に楽しめるんですよね。そうですね、ぜひ打っていただければなというふうに思います。はい、はい、1枚こぼしって、あ、またこぼしたんだ最後。出た、あ、こぼしたみたいなんで、じゃあ罰ゲーム、最後にじゃあやっていただきますか。マジですか、はい、1枚役もカウントされるんですか。こぼしたぞ、おーい、罰ゲーム、詳しい、罰ゲームは誰が執行するんですか。いやもう罰ゲームはじゃあ最後ね、鶴見店といえばあの方がいらっしゃると思いますんで、ね、いや、あのペナドロゴさん入れませんで、はい、はい、お願いします試し1枚こぼし、あ、そうなんだ。こんなチャンネル見ましたって言ったら何かくれるって言われたけど、何もね、それ
上げれたりは、ね、できないんですけど、うまいですね、ね、はい、店員さんが非常に喜ぶという感じになりますんでね。そうですね、はい、狂気乱舞しますね、はい、はい、キコーナチャンネル見たでメダル500枚プレゼントとかないのできたらできたら苦労しないけどできないんだから。すごいリスナー増えるでしょうね。いやすごいですね、はい、ガムテープペカモーンってやる。来週化け物語のコスプレして全員化け物語打とうって言われてますよいやそうですね、化け物のコスプレ、ガス、化け物のコスプレ相当レベル高いですけどね、化け物語のコスプレ。そうですね、はい、伝わるかな、はい、難しいですね。あ、おい PK ルーケルルーレット見ろよって言われてますよ。 PK ルーレット見ました？あ、一応ルーレット見ましたよ。あ、見ました。はい、でも終盤なんかめんどくさくなって止まっちゃいましたけど、ね、なるほど。はい、ということでじゃあそろそろお時間ということで終了させていただきたいと思います。お疲れ様でした。はい、すいません。じゃあすいません、オカルト店長、はい、そのカメラちょっと三脚ごと持ってきていただいてもよろしいですか？あ、これですね。はい、お願いしますわ。お願いします。はい、そんな中あ見てねえだろ、飛ばしただろうってルーレット飛ばしたのいや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 、飛ばしましたかね、ちょっとあれですよ ね、 よすね。はい、すみません、ありがとうございます。じゃあこちらお願いします。いや全然見えなかったですね、こっち側がいやちょっとね、だいぶ離れて打ったんでね、やっぱ難しいですね、離れて打つとね。自由すぎるの意味がね、はい、本格的に自由すぎましたね。本格的に自由でしたね今日はね、はい、相変わらずね本格的に自由だったということで。おっと、さらっと入ってくる感じですか？いやいや、はい、うんうんじゃねえし、はいはい、おなじみのハードゲーム宮川さんも入っていただいて、じゃあエンディングということで、はい、どうでしたか？じゃあまず北東組聞いていきますか。ノリノリ店長、はい、はい、どうでしたか？まあ、面白いところ正直あんまり見せれなかったんかなと思いますけどね、はい、演出とかも新しくなってるのも多いんで、はい、まだ遊戯されてない方はぜひ。そうですね、東大阪店で、はい、明日今日ですかね、はい、10時から、はい、打ってください。はい、新大オープン当日ということでね、はい、はい、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、ということで、え、でオカルト店長にも聞きますか？オカルト店長も別に聞くことないんですけど、いや、なんかめっちゃ冷たくないですか？いやいや、だって今日完全に何も仕事してないって話オーリングしか言ってないですよ。松浦さん、そんな言い方して大丈夫なんですか？いや、もうね、もうダメですね、もう松浦さんもダメですわ、はい、松浦さん俺のせいにしないでください。いや、ダメですわ、オーリングはね、もっとね、喋りたかったです、僕は、はい、いや、オーリングの話はいいんですって。うちの店長、そんな言い方すると、ちょっと部下が黙ってないですよ。当ててください、いいって話ですよ、はい。いや、え、今日ゼロ回大当たり、あ、1回しましたよ。1回あ、時短っすか ST、 そう、時短っすね、はい、77回、うん、出玉ありはなし出玉ありはなしですね、はい、なしということでね、なしですね。完全にやらかしましたね、本当にねはい、ありがとうございます。じゃあ大仏さんは、はい、今日大仏さんがメインだったんでしょ、一応。そうですね、はい、はい、まあ、あの特訓しながらあの、はい、番長を打つということで、はい、あのすごいね、はい、すごい威力を見せつけられたんじゃないかなと思います。まあまあ、でも結構乗ってましたね、本当に ね、はい、今でも、まあ、200ゲームぐらい残ってますんで、はいはい、もうあの寝台だけじゃなくて、はい、あの番長とか、はい、こういう台もあのうちではたくさん置いてますんで、はい、ぜひうちに来てくださいよっていうことですね、はい、なるほど。番長何台でしたっけ？はい、6台ございます。6台あるということでね、はいはい、ぜひね遊びに来ていただければなというふうに思いますので、はい、待ちします、はい、よろしくお願いいたします。いますはい、というわけでじゃあ最後ね、大仏さん最後に、まあ残ってんすよね、はい、残ってるんで、あ、いや、はい、そこをじゃあガムテープ、でもガムテープハードゲーム宮川さんに、ハードゲーム宮川さんにね、はい、ガムテープ、はい、ガムテープですね、ハードゲーム宮川さんにがっつり、はい、わ、桃裏すか、引っ張っていただくということでね、はい、まあ、これも特訓してますんで、はい、もう全然大丈夫ですね、はい、もう1枚ぐらいとかやっても全然、ね、あ、もう全員で行く感じでいいですかね、はい、いや残ってますから、もったいないです、はい、どれか1箇所行きますよっていうことですね、でも全然ビビらないです、どれか1箇所行くぐらいでも全然、ね、声震えてるし、声震えてるけどねいいですか、ちょっとマイクの感度が悪いですね。じゃあ最後の罰ゲームということで、はい、お願いいたします。全然、ね、こんなん3、2、1、いて、待って、いや、待て、違うやろ、違うやろ、違うやろ、大丈夫、早く行け。はい、というわけで今週はいや、俺ちょっと油断してた、今日は剥がすだけで帰るのかなってちょっと思ってたもん
いや髪の毛持ってますから髪の毛持ってますからいや仕事できるな宮川さん、やっぱり分かってんだあの人、勘いいな勘。これだけのために2時間待ちですからね。すごいな宮川さん、えぐいどこの芸人だよって言われてるんですけどはい、ということでね、キコナチャンネル水曜鶴見&東大阪店コラボレーション放送、大丈夫ですか？もう相変わらずいつも通り放心状態になってますけど。大丈夫ですよ、あの、はい、今回あのあれですね、あの大量の毛を残していく。そうですね、いやなんか変なすごいこれなんすかこれ、うわキリン柄みたいな、キリン柄みたいになってますね、ここちょっとすごいですねこれ。あのガムテープなんかの、あガムテープ貼ってたから、いやーすごいですね、激アツ柄みたいになってますけどね、全然ゼブラ柄みたいになってますけど、なんか強楽っぽい感じですけどね、はい、すごいですね、お疲れ様でした。はい、というわけで来週は、いよいよキコナ東大阪店から、そうですね、はい、収録場所を東大阪店に移しまして、はい、何します？いやもうこれはあれでしょう、来週は東大阪店で店長ノリノリ店長がね、不甲斐ないオカルト店長に折檻する、折檻、はい、バイオレンスじゃないですか、それカメラ映ってるから2時間、はい、投げキャンキャンみたいな見ていただくっていうか、まあなんかちょっとね、ここ男気というか、パチスロの打ち方をね見せていただくような感じでした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。スロットっすかね、はい、もうなんか考えておきます、はい、という感じでね、来週は紀行の東大阪店の方からお送りさせていただきますんでね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今日もねたくさんコメントをいただいて、ちょっと読みきれないコメントもねたくさんありまして申し訳ございません。はい、最後ちょっとだけ読みますかね。ガムテと間違えてふんどし行ったら面白いのに、ああそうですね、じゃあ次はねそれ行くっていうことでね、はい、わかりました、それいただきましょう、はい、いただいたということでね、まるまるもらうんで、はいはい、お願いいたします、はい、東大阪でやらかすというね、はい、ただね、はい、生放送でしょ、はい、出たらなあ。いやでもあのちゃんとケアはしてるんで本当、はい、あのもう大丈夫なんですか、くるーなってるんで、出てしまった時に、いやしかも補填としてあの、松浦さんからお借りしてるこのポーチを、はい、あーなるほど、ま、ポーチを前に止めてますからちゃんと巻いてますから、はい、ね、そうですね、なるほどね、はい、取れないように仕様になってますから、なるほど、はい、はい、残念ですねよくわかんないですけど、フリーズ引くまで眠れま点的なのをしてほしいって、あーもうそれもねなんか時間あれですけどね、結構かかる感じのやつもね面白いかもしれないですけどね。松浦君って気候なの人って言われますけど、俺は全然気候な関係ありませんよ、はい、あの生放送屋さんですんでね、はい、ん松浦がガムでもいいよと、なんで俺がガムテープやらないといけないのわかんないですけどね、まあちょっといろいろ企画考えて、また来週以降もね、面白い放送できればいいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは今週こんな感じでお送りさせていただきました、キコーナチャンネル水曜鶴見&東大阪店コラボレーション放送、鶴見の自由すぎる配信番長2で特訓に入るたびに本当に特訓してしまう配信 with 北斗百烈、以上お送りさせていただきました。また来週水曜日24時お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございます。さよなら。あ、今日ジャグってなしですか？ジャグ。言うんだ。